話す前に、はい、あの金子さんにちょっと聞きたいっていうか確認したかったんですけど、はい、あのよく八王子城址トンネルって話あるじゃないですか。八王子城址トンネル？はいトンネルでのなんか怖い話とか。うん、八王子トンネルではなくて。あ八王子トンネルなんですかあれ。八王子城址はっえっとまあ城跡。 なんで、霊園のあたりとかってことですかそっか…いや、あのその辺詳しくなくてですね、はい、で、あの、まあ、この話であった場所っていうのはあの、例えば八王子から青梅方面向かって高速乗るとすると、圏央、はい、道に入るじゃないですか、ジャンクションから。圏央、はい、道入ってすぐのあのジャンクションの合流のあたりから始まるトンネル。 で、あ、あれではないんですかね。よくある話の場所。ああ、どうでしう。八王子、八王子城址トンネルってあったっけ。<laughs> あったったれ、あ、じゃ、あ俺勘違いしてるのかな。ちょっと。<う>その辺全然疎いんですけど。あの、まあ、話自体は、ちょっと、まあ、報告的な、すごい短い話になるんですけど。ーはーはは。 あのーまあ、仕事で、まあ、いつも通りまり、あ、トラックでそのトンネルのあたり差し掛かったんですけど、はい、あの自分結構、まあ、BGM 的に YouTube で怖い話とか適当に流しながら走ってるんですよね。はい、でたまたまその時に、まあ、誰のどの話ってわけあの言うわけでもないんですけど。うん その八王子、その時の話で八王子城址トンネルって言ってたはずなんですけど、うん、まあそのトンネルの上から着物の女性が降ってくるみたいな話だったんですけどでそれちょうどそこ差し掛かった時に話が始まって、うん、うわタイミングって思って、まあ、聞いて向かってたんですよね。うんうん、したらそのトンンンネルジャンクション曲がって すぐ県王道入るとすぐ交流地点からそのトンネルが始まるんですけど、はい。これ一般道のトンネルいやあの県王道にあるトンネルですね。その場所っていうのは。ああ、いやあなるほどね。あごめんなさい。はこここいやごめんな、ね。俺ここ通らない。<laughs> あ,あそうなんなるほどここか。あこれ八王子城総トンネルっていうの？<laughs> うん。 その辺分かんなかったんですけど分かんなくて今、かなたさんが分かるかなと思って聞い,いてみただけなんですけど、ね、ああ分,か分かりました、場所的には分かりました、あの八王子のジャンクションから八王子西インターチェンジの方に北上していく中央道かこら圏央道に入ってあの青梅方面向かってすぐのトンネルだと思ってたんですけど。あ,あ,あの あの辺り山いっぱいあるからすっげえいっぱいトンネルあるっちゃあるんですけどトンネルはいっぱいあ,る <laughs> ありますねはいはいうん、うん、そのまあどっかのトンネルっていうことですかねうんおそらくまずもうジャンクションから一発目のトンネルですねあじゃあもう多分八本当に八王子の、はい、えっと、えー、八王子城市ってあってそこ山があるんですけどはい、はい、そこのね本来だったらえー、上の方に。 えー、あそか八王子神社八王子神社とかの下になるのかな、はい、でももっと奥かあそうかちょうど八王子神社とかもう山のてっぺんというか山があるそのちょうど下にトンネル走ってるから多分八王子城址トンネルっていうのかな、うん、あーなるほどはいはい本当城の山,山城なんですけどねあそこね山城があってその山のど真ん中突っ切ってるから。 そう、そう、そんな感じのトンネルですね。地図で見たら、わかりますね。あ、本当だ、八王子城址トンネルって書いてるわ。あ、あやっぱりそこで良かったんですか。名前的に。しら、しらなんだです。まあ、まあ、ちょっと話す前に、話が膨らんで。内容言ったら、たん、もう、すごい短くて。いやいや、もう、全然、全然大丈夫です。で、うん、その、そこ、トンネル差し掛かるジャンクション曲がりながらのあたりで。はい。 ああ、ねはい、ちょうどこの辺だって思って、はい、でそのジャンクション曲がりきって合流しながらトンネルにも入っていく感じになるんですけど、はい、ほんとトンネル入った瞬間にあのフロントガラス割れまして<え> <laughs> であのいやまあその時は俺結構あの飛び石って何回か経験してるんですよ。はははは で、またその時もまたかって感じだったんですけどああ高速だったらありえない話じゃないですからねうん、うん、23回もうフロントガラス割られてるんですけど、うん、でその時もまあその時は単純にそう思ったんですよねなんですけどま,まあ走りながらもう結構な上から下までもうつながってるぐらいの日々でうん うんでこのまま走ってたら、もうこれ、やばいなって思ったんで、うん、まあどっか降りたいところでディーラー入んなきゃっていう感じで、うんうん、もうあの室内にまで細かい破片とか走ってまして、うん、うん、これ、もうやばいなっていうことで、うん、で、まあ、途中走りながら考えたんですけど、あの飛び石って経験ありますかね、フロントガラスに当たったとか。 僕、車乗らないんで、ちょっとわかんないですけども、もちろん、その、飛び石でちょっと割れちゃったんだよね、直すのめっちゃ金かかるからっていう状態のフロントガラさえ見たことあります、うん、ああれ、あの当たった瞬間って、もう、心臓止まるぐらいのあの破裂音みたいな音するんですよ。あっ、チンって。がっつり割れたってことですね、じゃあもう。 うん、でい,やいつもその前に経験してた時はそういうものすごい音でもううわっ,って思うぐらいだったんですけど、はい、その時ってその割れた後から走りながらその割れた瞬間を思い出したんですけど、うん、なんかミシみたいな感じで割れた感じだったなって思ってみミシなんていうのかなそのもう破裂音がもうひどいんですよ。 ととにかく石が当たるとパチンってそれがなかったなって感じがしてまあただ今その時は別にそこまでどうとも思ってなかったんですけどただ音なかったなぐらいだったんですけどでそれからまあ高速降りてディーラー入ってそのガラスの在庫あるかどうか確認してもらってまあとりあえずは交換できて走れたんですけど。 その時ディーラーでもこれどうやって割れたのって言われていや多分飛び石だと思うっていう話したんですけどあの石が当たると当たった場所ってもうすごい完璧に分かるんですよね自分で見てもひびの,の中心になってる部分がこう分かるんですよどう,どう説明すればいいか分かんないですけど。 うん、で、その時もガラス見せられたんですけど、その、ひびの中心っていうのがなくて、あ。なんていうのかな、当たった中心になってる部分っていう、はいはい、それらしいものがなくて、なんか全体的に割れてるっていうことを、はい、全体的にそうですね、あのー、まあ、のま基本、当たった部分から放射放射状にばーって割れていきますよね、たぶ、うん。う普通そうですよね。はい そうではななくてななんてん言ったらいいのかな、うん、まず一本、あのー、一番太いひびが上から下まで貫いていってて、はい、そこから横にこう広がる感じで何本かひびがいってる感じでうん、うん、ってまあそれ,それだけのお話なんですけどただまあタイミングがすごいな。 っていう思ったっていう話なんですけど、<laughs> まああんまりその原因原因は分かんないですよ。なに<ん>何,何が原因なのかはあ,あんまりこのトンネルとかでは割れてほしくないですね。そうなんですよ。だからその <laughs> 入ってたその話とその場所が <laughs> うんえっていう話です。うんちょっと、うん、やめてよって <laughs> しかもなんか割れ方ちょっとなんか変じゃんっていうことですよね。 そう,そうですよね<ー>、うん。いや、今現在ももう2か所ぐらい、今乗ってるもう目の前のフロントガラスにも石当たった跡あるんですけど、はい、まあ、それはそんな修理するほどの跡ではないんだけど、それでも石が当たった場所ってわかるんですよね。はいはい、うんそういうのは全然なかったなっていうので、不思議だなっていう話ですね。うんなんか全体的になんかその、うんで フロントガラスに重い何か面積広めのものが何かわって乗ってきたう。だからこそのなんかミシっていう感じ、まあ、うん。ディーラーで言われたのは <laughs> その時言われたのは「はい、いやこれ石じゃなかったら何の可能性があるの?」って聞いたら、はい、あの例えばほらもう車体自体が歪んでて。 ああもう常にガラスには負荷がかかっている状態でそれでほら段差とかでガタンってなった瞬間にいくっていう可能性もあるけどただまあフロントガラスってものすごい特に大型のやつって熱いんで、はいうん、そう簡単にいくかなって首はかしげてましたけどね。 あ、あ、まあ、しかもその、ディーラーとかまあそういうところに行けばほ、ねうんとに歪んでるんだったらその歪みも見れるわけでしょまああの交換して新品のガラスはめる時点でその歪みっていうのはわかるはずそうですよ、ね、じゃないかなとは思うんですけどね歪んでましたってまあ歪んだまま入れてもねうん言われなかったですよね ほううん、なんか後味悪い気持ち悪いっていうか <laughs> なななんかなんかねその辺りははっきりしてよっていう <laughs> <laughs> 原因これだっていうのがあればああって思うんですけどそ,そうですねああまあこういうことですよってなうんだったらあーなるほどそうかって思いますけどねうんねえ <laughs> そういうちょ,ちょっと嫌な <laughs> そういうことってあったりするのかなまあ歪みっていうのはあるかもしれないけど 歪んでるんだったら歪んでましたって言われそうなもんですけどね。うん、ですよね。うん、何なんでしょうね。場所が場所だけにちょっと嫌ですね。うーんまあ今日もこれからそこ通って相模原まで行くんですけど <laughs> す <laughs> 通らざるを得ないんですけど。<laughs> お,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 つお気を付けくださいわざわざ首都高まで入ってまで回っていくのも嫌だし。うんまあ しょうがないですけどね、これそ,そうですよね。まあ、それでまたバーン、うんな,な,なったら、ちょっと、この話しよな。ったらもう、そこを電話しますよ。いや、俺、いや、その前に、ディーラーにかなんか、<laughs> ジャブかなんか、なんか別のもん呼んでいただければと思いますけど。ああ、そうですね。うん、いや、ありがとうございます。ご気をつけて。まあ、気をつけて、はい、いますんで。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。 怖い話かどうかはわからないんですけど、うん、えっと、私、怖い話とか結構そういうお話好きで、いろいろ聞くことは多いんですけど、うん、こう自分で経験してることとかっていうのはもう全然なくて、はい、で、なんかこう、ちょっとチラッとなんだろうみたいなのが見えるとか、なんか聞こえるとか、 そういうのがあってもなんか全部気のせいだと思ってて <laughs> ま,まあ、ね、<laughs> それが一番なんか暮らしやすいですよ、ねはい <laughs> なんかものすごい目が悪いんですよ私ほ<う>だから全部気のせいだと思っててでなんかこう結構見えるお友達とかもいたりするんですけど、はい、でもなんか私は見えないからうん なんか不思議な話だな面白いなみたいな感じで聞いてるんですけど、うん、なんかその中でもあこれって何なのかなっていうふうに、ん、なんかよく未だにわからない経験が1つだけあって<う>で、えっと、私が高校生の時の話で、うん、ちょうど今ぐらいの時期の話なんですけど、うん、あのー、進学 の時期だったんで多分高校3年生の時なんですけど、はいえっと、あの夏休みってこう登校日ってあるじゃないですか。はい、でこう高校3年生だったんで多分結構その登校日が何回かあってでその登校日がちょうど当たる時になんか高熱を出してしまって、うん、行けない日があって。うん それでなんか休んだんですけど、うん、それをなんかこう担任の先生がやっぱ休んじゃうと欠席になっちゃうから<ー>あのこう進路に的にはあんまりこうちょっと休みになっちゃうの良くないから<う>なんか補填みたいな形で他の日に来てくれたら、うんうん、その休みじゃなくてなんか出席にしてくれるって言われて。<笑><笑> そっか <laughs> あ,あ <laughs> そうそうなんだ <laughs> なな家ああそんなたそまなんかいなんかそういうさなるほどねそういうシステムなんか家愛情いんだからねはいなんか,、はい、なんか最近の話じゃないんで今の高校生の人はどうかわかんないんですけどなんか私も全然休みでいいよって思ってたんですけど、うん、割と先生のご利用しで なんか来たらその分補填するよって言われて <laughs>、それで、えーめんどくさいなーって思ってたんですけど、うん、なんかこう、いやーでも、いや1時間でも来たらみんなもっと長い時間いるのに、1時間でいいんだよみたいなことをすごい言われて。<laughs> <laughs> あ分かりましたって言って <laughs> なんか行くことになったんですよ。<ー> <laughs> で、えっと、その先生に指定された日が、うん、ちょうどこ夏休みの終わりも本当今ぐらいの時期で、うん、それで、うん、担任の先生はその日いなくて、はあ、で副担が1日いるから、うん、何時でもいいからおいでって言われたんですね。はあ で、えっと、最初、午前中に行こうと思ってて、うん、で、まあ、ご飯お昼の時間より前に帰ってこようと思ったんですけど、うん、ちょっと不節制がたたって起きれなくて <laughs>、うん、うん、でなんかこう気づいたらお昼で。 お昼ご飯食べてじゃあ行こうと思ったら、うん、今度なんか行くのがめんどくさくなってきちゃって <laughs> まあねー <laughs> はいで<っ>なんだかんだなんか3時ぐらいになっちゃったんですねはい、はい、でも歩いて15分ぐらいの高校に通ってたので近っ、はあ、めちゃめちゃ近かったんです熱 <laughs> いなって思いながら行って、うん、でそしたらなんか私がその卒業した高校は、うん なんかこう戦前からある高校で、うん、こうめちゃめちゃ古くてめちゃめちゃ広いなんかすごい人数が多い学校だったんですけど、うんえっと、私がその時行った、えっと、校舎が4階建てで,、うん、1>, で1階に職員室あるじゃないですか4階だったんですね、クラスが。うんうん、で先生に あの証拠口開いてないんで、職員の人たちが入るところから入って、先生に声をかけたら課題を渡されて、それでなんか、あの教室、エアコンついてるから、教室で課題して終わったら持ってきて、そしたら帰ってもいいよって言われて、もうめんどくさいなって思いながら4階まで上がって、でえっとその4階の階段。 をこ目の前にして、右と左に分かれるじゃないですか、はい。でこう左側の一番突き当たりに私がその時いたクラスがあって、うん、でそこまで歩いてってで廊下のえっと一番後ろの席が当時の私が使ってた席だったんですけど、はい。 なんだらっぴろい教室になんかポツンってこう廊下側にいるのがちょっと居心地が悪くて、うん、で仲がいい友達の席が窓際の後ろの席だったんですね。うん、なんであそこ借りようと思って窓際に行ってそこでこう課題をやってたんですけど、うん、なんかもう3時過ぎてきてなんか気づいたら4時ぐらいになったんですけど、うん、なんか私が住んでるところ であの地形の関係らしいんですけど、うん、なんか毎日夕立ちがあるんですね、毎日、夕立もう本当にゲリラ豪雨みたいな夕立ちが <laughs> <う>バーってなって、まあ、すぐやむんですけど、うん、夏は割と毎日あって、うん、でなんかもう雲が、あの夏の夕立ちの時ってこう、すぐ真っ暗になるじゃないですか。 黒い雲がモクモクしてて、うん、だわあと思って終わったけどこれ雨降るなと思ってどうしようって思ってるうちに雨がポツポツ降ってきたんですね、うん、だからやっぱ降ってきたと思って、うんでまあ、近いんで急げば帰れなくもないかないや無理だなと思って、うん、ちょっとその雨が止むのを待とうと思って。はい そのクラスの中でこう行ってずっとこ外見てたんですね、うん、でそしたらもうどん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 激しくなっててもうなんか雨の音がすごいんですよ雷と<う>もう窓に雨がこう打ちつけてもうなんかバ,チバ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 チみたいな感じで音がすごくて、うん、ああ今日は結構激しいなと思って雨が、うん、でどうしようかなーって早くやめばいいのになーと思ってたら、うん そのま、人数がすごい大きな高校なのであのこうクラスとクラスの間に仕切りがなくて全部ベランダがつながっているタイプの校舎だったんですけどその校舎のまあ端っこなので、うん、ちょうどその廊下がもう突き当たりなんですね、うん、でそこにこう非常口があってそのまま非常階段で下まで降りれるようになってたんですけど。うん なんか、ちょっとこう、踊り場みたいになってて、うん、そこを、なんか誰かが走ってるんですね。ほう。で、あの、こう、本当に薄いゴムが貼ってあるシューズの、パタ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 ってする音が、こう、ちょっと小走りに走ってるんですね。<う>で、えって思って、なんか結構部活動、運動部とかに、 力を入れてる学校だったんで部活をやってる人って、まあうん、いつもいるんですけど、うん、夏休みも終わり頃だったのでその部活動をやってる人も、ま、ほとんどいなくて、うん、で先生もまあそういう人私みたいな人がいるみたいなことも言ってなかったしなん、はい、でだろうって思いながらでもすごいその 音が大きいんですねパタ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 走ってる音がそこになんか耳について、うん、えって思ってなんか気になって窓開けて <laughs> こうパッて見たんですね、うん、そしたら誰もいなくて、うん、えって思ってでなんかこう誰かが結局こう一番下から上がってこれちゃうんで、うん、あ誰かがいるのかなと思って。 で、まあ、窓を閉めて、うん、でまた席に着いたんですけどまたパタ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 すごい走ってるんですね。ああでえっって思ってで何回かこうチラッと見たりとかしてたんですけどやっぱりいなくて、うん、でもそのうちになんかその音があの最初はこうパタパタ往復してる距離がそんなに広くない感じの感覚だったんですけど。うん だだんだんこう、階段の方の端からベランダの方にかけて、うん、こう、何往復も何往復もちょっとこう、長い距離をパタ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 走ってる音がし始めて、うん、えっと思ってこれは誰かいる絶対いるなと思ってで、窓ガラス覗いていないから今度非常階段から見てやろうと思って <laughs> <laughs> こうそうっと廊下に行って。うん、で、こう、あの 押しボタン式のこう、ポチンってやって、こうなんていうんですか、こう、ドアを開き閉めするタイプのやつなんですけど、うん、こう、それも音が出ないように、こう、押しながらひねって、なんかあったらすぐパってこう、開けるようにして待ってたんですね。で、うん、彼女はやっぱりパタ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 走ってて、うん、で、あ今だと思ったとき、ッって開けたやっぱりいなくて、<う>えなんだこれと思って。 めちゃめちゃ足が速い人が階段駆け下りてるのかなと思って <laughs> 急いで覗いたんですよ。<laughs> まあその非常階段側にその階段が上がりきったところがあるので、うん、パって覗いてもやっぱりいなくて、うん、え何なんだろうって思って、うん、ドアを閉めた途端にまたパタ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 走る音がすごいして、うん、でその時になんかこう怖い とかっていうよりも、うん、やばいっていう感覚がなんかきて、うん、でこう急いで自分の席に戻ってカバンとあの出された課題をかばに詰めて、うん、でそのまま走って1階まで降りて、うん、で先生のところに行ったらあ課題終わったのみたいな感じで言われて。うん じゃあ終わりましたみたいな感じで言ったら「うん、いやーでもあれだね」って雨「雨すごい降ってるもんね」って言って、うんあ「うるさかったでしょ教室」って言われたんですね。うん、でもう確かにめちゃめちゃ雨の音がうるさかったから、うん、普通に考えたら足音なんか絶対聞こえるような感じじゃないのにめちゃめちゃその音だけこうなんか抽出して。 足音だけをこう際立たせたみたいな感じでずっと耳に残ってて、うん、でそれにその先生の言葉で気づいた時に、うん、なんかもう寒気がボワーってこうなんかトトロみたいに、うん、足元からお前のてっぺんまでボワーって走って、うん、で先生がなんかそれ見て何かあったのみたいなこと言われて、うん、でもなんか それをどう伝えていいいか分からなくていやおーみたいなこと言ってたら、うん、なんかあの雨もうすぐ上がるだろうからなんかコーヒーしかないけど飲んで待ってなって言ってコーヒー出してくれておう優しいはい優しい先生で,でコーヒーおいしくないなって思いながらこう飲んでておいしくないんかい <laughs> コーヒー飲めなくて好みがねあるからね <laughs> おい <laughs> しくないと思いながら、でもうそしたら、たぶん30分以上、めちゃめちゃ雨降ってたんですけど、雨が止んで、うんうん、止んだねって言って、帰れるねって言われて、うん、でその課題も受け取ったからあ、いいよって、今日ちゃんと来て、偉かったねと来ないかと思ったよとか言われて、うんあ、ちゃんと来ましたっ,っ気をつけて帰りなって言われて、うん、そのなんか、ダ、ま、ースファールと、こうびしょびしょの中を、なんかちょっと雲の。 こう切れ間から日が出てるなんかこうやって歩きながら、うん、いやあれ何だったんだろうと思って、うん、で未だにそれがわかんなくて、うん、でもその学校自体ちょっとそう変な話がめちゃめちゃある学校でまあ歴史がねえそうなんですよって言ってましたからねそうなんで,すなんで,すであの <laughs> 最近じゃないんですけど、うん、あの コンビニとかでこう、音量なんとか地図みたいな感じの冊子みたいなのって売ってたじゃないですか。<laughs> あれとかにうちの学校乗ってたりとかしてさすがに、ね、今現在こう、<laughs> 生きてる学校は乗らないと思うよ。いや、あのこう、イニシャルで、門のところ、ぼやっとした感じで乗ってて。え乗ってんの 乗ってたんです、まあ、結構前ですけど、乗ってて、<う>でも、なんかその入れないじゃないですか、やっぱ学校だから。はい、からそのなんか卒業生の話とか、ああなんか結構有名な、まあ、階段がすごくあって、ああその話とか乗ってて、こうあの県ごとに分かれてるじゃないですか、いうのって。県ごと、あーその紹介したいでスポットはい,はい、はいはい、と、こうやって見てた時に、あれこれ、うちの学校だと思って。<laughs> <laughs> マジかせ、わそこその出版社攻めてんなすげえなあ。なんかもう全然もっと前の話なので、うん、だからかわかんないんですけどでも、うんま、なんか結構上がってる心霊スポットよりも、うん、多分うちの学校の方が結構やばい話はいっぱいあるよねっていうのはよく言ってて。 ああなるほどね。あーでもその学校だからその話が出ないというか行く人もいないし多分その、卒業生だから結構おばあちゃんとかもみんなそこの卒業生とかだったりするんでその、大体伝わってる話っていうのはあるんですけどやっぱりその、学校っていうなんか限定的な感じだから外に出ない話がいっぱいある のかななっって思って思、はあはあ、んかそういうなんかよくわかんない経験の話なんですけどもしまあ <laughs> はい、もしかしたらかその、はい、まあいろんな数あるその階段とか議みたいなようなもののちょっと断片的なものなの 誰もいないのに足音だけがパタパタ聞こえるっていうような話がそんなかまあ、そうな格好にあんのかどうかは分かんないですけどあもう結構その話とかをまあ、うん、中学生の時って進路がまだ決まってなかったりとかするとどこの高校行くみたいな話するじゃないですか。はい で、なんかそうすると、絶対、その、まあ、どこどこの学校って、そういえば、怖い話あるよねってなるんですよ。<laughs> まず、あそこの学校ってどういう学校っていう中で、<laughs> おし、階段が。<laughs> そうなんですよ。だから、こう、あの、中学の先生も、そこの OB、OG だったりするんで、 えその話って本当って先生に聞くと <laughs>、うん、先生もあ「私も在学中その話聞いたことあるよ」とかお母さんに聞くと「あ知ってるそれ」っていうのが全然あるんですね。はあ、でやっぱりその,あの話って結構こう時が経つとこういろんな尾ひれがついたりするじゃないですかああ、はい、でもなんかやっぱり共通してて話が。はあはあ なんかどこどこに、こういうのが出るっていう話とか。うん、あと、まあ、結構、なんか、今はないんですけど、昔は量があった時の話とか。は結構あって。はいはい、なんか、割と、いわくがいっぱいある。<laughs> あの、いいあのー、僕だけに、そこ、教えてもらうことって可能ですか。ああ全然、大丈夫です。あ、チャットで大丈夫ですかあ。はい。あのー、あ絶対に、言いませんので。あ、はい、じゃ、チャットに。<laughs> でも俺多分が現役の学校でそういうとこってまあほとんど行くことができないんであっそうですね、うん、結構基本的に死んでいる場所にしか行かないので <laughs> あの建物としてはちょっとなんか緊張して文字をすごい間違えちゃって全ひらがなでも大丈夫ですから。<laughs> <laughs> ごめんね、俺ばっかりずるいかもしんないですけどこれね配信者の特権というか <laughs> あ書きました <laughs> えなんじゃこりゃ <laughs> ええ <laughs> ほえ<う>っとはい。 その名前なんか心霊とか入れると話結構出てくるかもしれないです、うん、でも全然その出てくる話とか<ー>なんかな,なんだろうぬるいというか,かぬるい <laughs> いやぬるいです本当にもっとあるじゃんみたいなぬるいわ」ってななんかもう「もっとあるよね怖いの」みたいな感じです <laughs> ぬるい いいですぬるいですすその話はどこにでもあるような話じゃないっていうああだからこの学校として特徴のある話とかじゃなくて、はいはい、まあまあそんなのってどこにでもあんじゃんっていう、はい、あそうですそうですあじゃあ一応その学校まあそうかさっきなんかとん共通してなんかあるって言ってましたよねあそそそうですそうでですすれが まあ言うたらこの学校をちょっと象徴するかのような出来事というか書いていうはいそうです,うですはいありますただそれを言っちゃうとバレる可能性があるっていうもう一発でバレる <laughs> 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 それ聞きてえけどな難しいのかな <laughs> あなるほどねーあ,<ー>あれでもはい これ言っっちゃったらダかなたさんがあの、行かれてる、うん、あの、廃病院とかが同じ県内にあるじゃないですか。<あ>いやもう全然あそこなんか非じゃないぐらいの <laughs> がいっぱいあるんですよ <laughs>。全然ほんとになんかもうほんとになんかけ普通の学校。 生徒さんが通ってる学校だからっていうのに守られてるだけででも卒業生の人はみんな知ってると思うんですけど<う>めちゃめちゃあるんですそこ <laughs> <laughs> いやあ俺の中のやめとけっていう店主となんか、はい、<laughs> うん いやっっちゃえっていいう悪魔がここに <laughs> <laughs> いや実際、うんうん、多分僕もう40超えてるから、はい、あのー、多分こんなのがこの周りうろついて、はい、なんかこうしないって聞いたら多分事案なんで <laughs> ちょっと難しいんですけど多分。はい その昔は今まあ40代50代とかそういうような人たちに聞いても多分出てくるのは出てくるんでしょうけどまあインタビュー形式というか道行く人にだからでもねやっぱね今のそういうようなところって学生に話し聞いて聞いたことないことはないんですけどやっぱなんか若干やっぱこう引かれてるっていう感じはやっぱあるんでいや,いやこれやべえなっていうのでまあほぼほぼやってないんですけど。 まあもしそれでうまくいけばがっつりなんかいろんな話が今でも聞ける可能性は高いってことですよね。あ,あると思います。あとあのー、私と東京の方だったら多分ごリスナーさんの中でも多分通ってた方とかいらっしゃるんじゃないかなと思います。確かにね えといわゆるマンモス校みたいなようなところになるんですかね結構大きいところっちゅうかあそれを多分言っちゃうとバレるあそうなんだ <laughs> 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 なんか日本にそんなにないらしくてへえんかちょっと大きめっていうようなことをおっしゃられてたんであそうですね、うん、はいなん,かなんか結構デカめなのかなとかそうですねン、うん、とそうですね までもちょっとそうねどの辺りかっていうのも一切言ってないんでねあそうですねはいまあちょっとどこにあるのかは分からないですけれどもはいもしかしたら海外かもしれないしあそうそうですねやっぱりねゲリラ豪雨みたいなのがめっちゃあるんでおおねもうとんでもないねう島かもしれないしはい 島にでけえ学校あったらどうすんだも結構こう友達とかと喋るときに、うん、そにの私の,その卒業した学校の話をすると、うん、割とみんな怖がってくれるというか怖がる <laughs> 割とど,どういう意味での怖がる、まあ、そっちの方の怖がるなのかな いやなん,なんていうんですかね、あの、創作物みたいな、はあ、なんか、え、それ作ってるでしょみたいな話が、話というか、その舞台になったもの自体があるんですよ。<laughs> もうちょっと待って、わ、<laughs> これちょっと、あー、ああ <laughs> オフラインで話してくれ <laughs> 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 だってそれ言っちゃったらばれる可能性あるわけでしょああ、でもあのなんだろうあのこうあっこれだとちょっと言い方が独特なんでばれ <laughs> ちゃうかもしれないん、なんて言うんだろう普通の学校だと、うん、が学科っていうんですか<う>なんかそういうのがあのこう、分かれてたりとか。 あと、今はもうだいぶ変わっちゃったんで、最近卒業した方とかは全然わかんないと思うんですけど、はあ、なんか、その、校舎と校舎を行き来できないんですね。その <laughs> 人数が多い学校なんですけど、まあ、こう、1年生が2年生のクラスに行くとかできるじゃないですか、他の学校って多分。ああ、なんかまあ、1階だ、2階だとか。あそ,うそうです、そうです。はい、なんかその 生徒が行き来することができないので、うん、もしかしたらその、そこと同じ学校通ってたよっていう人でも、うん、その自分が進んでいる学科によっては知らないっていう人もいっぱいいると思う <laughs>。なるほどね。もうばれ <laughs> るんじゃねえの <laughs> いや、でも、なんかもうないんで、今はそれ。<laughs> あなるほどね。はい、はい。<laughs> 今ないらしいんで。うんはい まあでもちょ,ちょっとそのなん、はい、でしょうねうん、えー、一番まあ有名な話はい共通してやっぱその、うん、出てくるっていう何かはいまあその話もしどこどっか機会があったら聞きたいっちゃ聞きたいんだけどああ<ー>、うん、そうですねなんか私それ中学の先生がこう、うん 授業が早く終わるとなんかご褒美みたいに怖い話をよくしてくれる先生がいたんですけど、うん、その先生に聞いたらえそれは私も経験ししてててるって言っ言ました <laughs> <laughs> すごいねあーそうなんだじゃあ、はい、結構な人がそこで体,体験っていうかまあ、片鱗だったりがっつり体験だったりなんかいろんな人たちがそういうようなものを食らってる。はい ってことななのかなそうですねあとなんかこうみんな話したがらないんですよねその言いたくないのか、うん、なんか自分でも何だろうと思って言わないのか、うん、でもこう先生とかが出張でいない時とかになんかそういう話をすると「うん、いや実は私こういうことが最近あった」みたいな感じでポロポロ出てきて <laughs> はい。 もうあのー、ちょっとはいあのはいあの機会があったらぜひはいちょっとなかなかいけないところだと思うので、うん、そうですねはいちょっと厳しいですね <laughs> <laughs> そうですね、うん、はい<ー> 個人的にまあオーピラにちょっと話すとそれはそれで、はい、今喋っても俺が喋っても内容的には変わらない可能性が高いから <laughs> ね表に出せないかもしれないですけどなんかそうですねでもやっぱりこう長い。 歴史がある学校だからそういうのもいっぱいあるのかなぁとは思うんですけどまあそうですねいろんな、はい、まあまあ事件というようなものじゃないけども、うん、いろんなそういうまあ,あの土地っていうところもあるかもしれないですしあそうですねなんか土地はちょっとあるみたいですね。ちょっと、まあ、場所を見て、うん、ちょっとだけピンああってなんかあの、はい、よぎるものはあったんで。あ そうですよね。<laughs> うん、ああっていう。<laughs> ただそれちょっとどうまあどうなんかわかんないですけどね。多分でもそれを多分知ったらあってなんかもう即しかないって感じですよね。ああちょっとこれはまたちょっとどっかであの、はい、オフオフのオフオフのラインでちょっとやった方があ、はい、まがみんななんかいろんなだけいろんな。う <laughs> な,んな,なんかこうね あの聞けないっていうところでも <laughs>、まあ、日本のどこかにそういう場所が、まあ、あるというとでちょっと皆さんも想像僕も聞,、まあ、聞いてないからちょっとね、はい、ちょっと、はいろいろ想像の域をちょっと出ないですけどもそういうなんかあるっていうところで、はい、<laughs> えまたちょっと機会がありましたらぜひよろしくお願いいたします。 一昨年の4月、はい、あのうちの母が亡くなったんですがその時の話なんですけどえとその時、えー、と葬儀会館の方で、はい、あのお通夜の夜会館の方が「あのお泊まりになりますか最近はあのお帰りになられる方も多いんですが」って言われたんですよ。はい え、それで姉と相談して帰宅することにしたんです。うん、えっと、それでもう疲れてたんで、夜もう早めに寝ちゃって、うん、で。なんか夜中に突然すごい。寒気がしちゃって、うん。ほんでもう起きて時計を見たら2時18分でまだ早いじゃんとかと思って、うん。それでそれで。 寝ようと思ったんですけどもうなんか寒気がもうめちゃくちゃ止まらなくて、うん、それでなんかいろいろ考えててひょっとしてバ「ーバーって言ってうちの母のことなんですけど「ーバーって言って「うん、バーバー来てる?」って言って「何どうしたの?」って言って聞いたら、うん、なんかあの母があの枕元に来ましてほ<う>あのぼやぼやとした感じで姿を現したんですけど。はい で母が言うことには「寒くてしゃあない」って言うんですよ。ほ<う>えー、でその時私が母にあの「そりゃしゃあないわ」って「えー、となんかばあばが腐らないようにあの保冷剤たくさん入れてもらったから」って言ってやったら母があの「そんじゃしゃあないな」って消えてったっていうなんか笑い話みたいな話なんですけど。<laughs> あドライアイスかな ドライアイスですねはいホレれん,んじゃない<そ>ドライアイスですね寒ええんかそれだけのたったそれだけの話なんですけどごめんなさいね <laughs> まあちょっとそういったところで、まあ、笑っちゃいけないのかなと思いながらもうちょ,こちょっと笑っちゃいますね <laughs> そうなんですよ私もあの次の日あの葬儀会館行った時に姉に「昨日の夜ばあばが来て寒くてしゃあない」って言うから「 <laughs> あの保冷剤保冷剤じゃないあのドライアイスたくさん入れてもらったからって言ったら <coughs> してまうわめちゃくちゃいい話これ。<laughs> いいでねえねんとに確かにさ <laughs> あのたくさん入れてもらったんで。 寒いかなとは思ったんですけど死んじゃってるしいいいかなと思っていやっていうかまあ <laughs> そもそもそういうの入ってるもんでしょうおおかれ少なくなってそうですねえー、ねええー、なんかあのー、<laughs> 葬儀までに日にちがあのー、2日間空いちゃってあのなんかあのー、それであのー、保冷剤を余分に入れてもらっ <laughs> 保冷剤じゃないあの <laughs> ドライアイスをたくさん入れてもらったんですよ。はい それで寒かったのかなと思って。<laughs> そらそらまあオレザイまあドラえもスなんかな多分そんな感じだと思いますけど、えー、まあそら寒いよ。<laughs> まあ、いや。おかしな話なんですけど、ね。おかしな話ですけど <laughs> なんかちょっとねそういったところでこうまあまあ基本的には。 やっぱ悲しいわけじゃないですか。ええ本当は悲しいんですけど。ええ。だけど <laughs> 悲しいけど笑っちゃう話なんですよ、ね。ああ、ね、わかる。なんかその。<laughs> 緊張と緩和っていう。ええー。なるお葬式って本。 お葬式だとととかかかかその誰かが亡くなななっっった時てて基本的にはまあなかなか笑ううことって難しいと思うんですすそうででよねでもね楽しく送ってあげようって言ってんみんなで結構笑い話とかしたりしてたんですけど、ねうんうんまあ、だからこそそういったところで思い出話とかお酒飲みながらご飯食べながらわーってやったり、ねうん、することが多い中でもやっぱちょっとどっかまあ無理やりではないでしょうけど、えー、心の底から笑うっていうかこう、まあね、楽しく送ってやろうっていう気持ちが大 大きい中、えー、そんなこと言われたら普通に <laughs> <笑><笑>あななんかちょっとこうか悲しいのはあるんだけど、えー、なんかちょっとこうねすなんかそう,そういうので出てきた寒いって言ってん寒いてかなわ、ね、くしゃーないっていうなんかもうその緊張と緩和でものすごく笑ってしまいますよね。 はいそうですねいやこれすげえいい話 <laughs>、まあ、本当にあの後からもう本当んに笑い話で「バーバらしいね」とか言ってあ<ー> <laughs> まあなんかその人間その生前のねそういった方をこう思い出させるようなエピソードなんですかねそれは。そうですね生前っていうかあの80歳ぐらいからなんか認知症になってて。あ 結構凶暴だっうんでもまあ死ぬ間際はもう結構おとなしくなってたんでうん,うん、うんうん、私のことは分かってたんですけど <laughs> 結構、うん、姉が行ってもなんか月2回ぐらいしか行かなかったんで姉のことは分からなくて「はい、あの人誰?」とか言うんでいや、うん、これは これはすごんかこの、うん、送る感じそのなんかこうみんなのこうねまあ悲しい顔しないで、えー、まあそういうのがあったかどうか分かんないですけども、えー、その一言だけでもう全てそこにいる方々のねあの、えー、ちょっとこう、えー、悲しい雰囲気を全部ももう持っていくというか。<laughs> <laughs> そうですよね。<laughs> 素晴らしい,いもうほんと短いお話なんですけど実際にあったんでなんかもう,、うん、もう座布団がドーンって乗っかるそうですね <laughs> 10枚ぐらいいただけるんですか、えー、それでねサムそれでくるんであったかくしてあげたいですね座布団をね。えー いや、ありがとうございます。いやいや、失礼しました。ああまた、何かありましたら、よろしくお願いします。<laughs> はい、はい、はい、失礼します。はい。はい、多分、小学。四年生か五年生っていう、その。ぐらいの時なんですけど。はい。えっと、確か、夏休みが始まる、あの、終業式、うん。うん。の日で。うん。その。自宅に帰って。 てき親はあの仕事に出かけてるんで、はい、いなくて、はい、で確かあの姉がいつもなら家にいるんですけど、はい、その日はなぜか <laughs> タイミングよくいなくて、うん、だから一人でいたんですよ家に。はいはい、で、えっと、ちょうど終業式ってあの午前中に終わるじゃないですか。はい なんで、えっと、お昼に母親が帰ってくるので、うん、それまで一人で待ってたんですよ。うん、でその、えっと、送らせていただいた画像が、はい、えっとその、3階の寝室になっててはあ、はあ、和室で、うん、その。

そのちょうど書いてる図の人形みたいな場所で、うん、あのなんか家に大量にあったジャンプを読みながら待ってたんですよ母親をじ、えーと。じゃあ今その状況がこちらってことですね。はい、はい、はい、こうこう,いう,こう,いう感じです <laughs> そのまあ普通にジャンプを読んでて、うん、その。 まだかなって、読んでたんですけど、はい、その、天袋の。黒い点ありますよね。天袋の黒い点ってゃ、ああ、と。あ、これ取っ手じゃないんだ。えっと、そうですね。ねち,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 ちゃぐちゃぐちゃってなってるような。ところに。はい。はいはいはいで。えっと、なんかジャンプ読んでると。はい、すごい変な。気配を感じて。うん、け、気配というか、目線ですね。はいはい。 でその、その穴自体はその下に兄弟がいて、うん、もう兄弟、ちっちゃい子いるともう襖とかぐちゃぐちゃにしちゃうじゃないですかもう穴開けたり、うん、で、その天袋の穴もそういう流れ,流れというかそういう弟妹が遊んでて開けた穴ではうはうなんか500円玉ぐらいの穴だったんですよ。はいで そのジャンプを呼んでて気配というか何か変な視線を感じて、うん、そのちょうどよく開いてる穴が気になって、うん、目を向けたら、うん、目があったんです <laughs> うわ。でもうばっちり目が開きちゃってうわこっちを見てて。<laughs> あの。 一応その自分その当時まで怖い話好きなんですけど、うん、あのほんと怖がりだったんですよねうんだからもうそんな状況になってもうかしり状態もう怖くてもうえっばっちその間ずっと目が合ってるんですかあそうですねあの、うん、目の色とかも覚えてるんですよえ何色なんか金色で金色 <laughs> であのちゃんとその目の,その周りの皮膚肌色も見えてちゃんとその目の輪郭が見えてあのく本来黒目の部分が金ってことですかそう,そうですね、ええ、でそのちゃんと人の肌っていうのも分かって、はあ、でまあしばらく <laughs> 目があって、はあ、その固まりながら。 あでもここから <laughs> 逃げ出さないとなんかその視線を感じたあと目が合った後に感じたその向こうの感情というか空気がなんか本当 <laughs> そんな空気自分体験したことないんですけどさっきか <laughs> 殺されるみたいな,なんか緊張状態に陥っちゃって <laughs>。 <え>怖くて <laughs>、うん、でその絵の図見ると分かるんですけど、はあ、出口までがその前通らないといけなくてあそうか一回この二段ベッドの階段降りてのはの、い、っていうことになるからそう横切らないとですねまあ,あの飛び降りるとかも全然できたんですけど、うん、なんかその時はなんか下手な動きしたら。 命取られるんじゃないかってめっちゃくちゃ怖くなっちゃって <laughs>、うん、であれですねあの目がバッチリあったんですけど、うん、あ別にそのき気づいてないからっていう体で、うん、ジャンプを静かに閉じて、うん、置いて。うん ゆっくりあまだお母さん帰ってきてないかなっていう体で、うん、はしごを降りてゆっくりゆっくり <laughs> そしらの顔して <laughs> <laughs> はいでゆっくりその階段の方へ向かって、うん、もうその階段の方に向かう時も本当怖かったんですけどあの、うん、ホラー映画とかなんか怖がりなくせに見る映画とかそういう怖い映画とかばっかだったんで。 ななんかか想像してしてまうじゃないですか、はい、出,る出ようとしたらその戸が閉まるっていう <laughs> なんかねいろんなこう想像を巡りますよねそうですね、うん、でそんなこと起きるなよって本当もう <laughs> 願いながらゆっくり出口に向かって、うん、もう出れたあとはもうダッシュで下に降りて、うん、母親が帰ってくるまでもう玄関でずっと待ってて。うん でも,でもまだその時11時ぐらいであの母親ではなくて、はい、その少し年上の兄が帰ってきたんですよね、うん、でその起きたことを話して「うん、<laughs> 目があった」って言ってたけど、うん、まあま,まあね、はい、でなんかもう 多分異様に怖がってるから、はい、その兄もなんかちょっとじゃあ見てあるわっていうので上に上がってきて見に行ったんですよ、はい、天袋を。で天袋の中を確かめたんですよね。うん、じゃあ何も入ってなかったんですけどうん、うん、奥の方になんか布に包まれた何かが見つかって、うん、で開けると。うん キツネのお面が出てきたんですよほうでそのえー、っと<そ>一応その家って引っ越してきて住んでた家なんでなんかそういうものがあるっていうのも知らなかったしああじゃあ自分たちのものではないないと思ったんですよね、うん、でち,ちなみに何<も>ななど,どんなその プラスチックだ木だあの、どんな感じよくあるあのお祭りとかで使われそうなあの木の狐のお面ですね木はいあ,あ、あじゃあ結構ちょっと重量もありそうなかそうです、ねかまあ軽く重量があるというかしっかりした作り、はい、そうですねほうで、狐のお面が出てきてまたさらに自分は怖くなってうん でも兄はその怖いのとか結構平気なんで、うん、もうガンガン天袋の中入っていって、うん、あの天井裏とかも見れたんですよ。あでっ、ね、<laughs> かもうその勢いでなんか普通に天井裏入っていこうとする兄がすごく怖くなって<お>一生懸命 <laughs> 止めて。お っていうなんかわちゃわちゃをやってたら、うん、母親が帰ってきて、うん、でそういうあれですねすべて話して、うん、でもまあ信じてもらえなくてなんか、うん、そういうお面あ,あったけど知らんわって言われて、うん、でもう自分はその部屋入れなくなっちゃって、うん、もうそっから <laughs> 家族の笑いものにされちゃってちょっと一時期。<laughs> <laughs> なんですけどでこの話結構後日談があって<う>そこからその部屋自体がなんかみんな入らなくなって、うん、開かずの間になって10年経ったりとかしてはい、はい、でまあ今は普通に使ってるんですけど、うん、でその普通に使ってる時にあの別の,その階段 系の配信してる方のうんとつまちではないですけど、うん、えっとこの話をちょっと投稿みたいな形でちょっとへえ<ー>話,話したんではないんですけどまあ、まあ、投稿したんですけどテキ,テキストで送ったってことですね、はい、はいはいはいその後その母親にこういう話あったよねって うん、あそういう過去に自分がそういう怖がって、うん、こんな話あったよねって話をしたら狐、うん、の面が実は母親が拾ってきて <laughs> そこに直してたっていうんちょっと待ってなんか話変わってくるけどそうそうなんですよその当時は母親がなんかもうわーわ騒ぐから捨てたわって言ってたんですけどほう。 後々聞いてみるとなんか「河原で拾った」とか言い出して <laughs> えっということはみんなが騒いでる中言い出せなかったってことですか、はい、いや言い出せなかったというかまあ怖がってるしで母親自体拾ったっていうのがちょっと後になると、うん、なんで拾ったんだろうっていう話になっちゃってう <laughs> んってことはえそこに はい。か隠してたっていうことではあるんですか。多分そうですね。まあ置く場所が特にないからそこに直してたその。おお。ただ置いてた。なんで確かになんでこんなもん拾ってきたいんやろうっていう意識もあったわけですか。そうですね。あの母親自体そういう。 そういういのは多分抵抗があるヒートだったんであ<ー>ん拾ってくるとかそういうはははしない人だったんでんあんまり原に落ち、うん、そうですねどこに落ちてたってキツネのお面ま持って帰りたくない <laughs> そうですねなんか気になって持って帰ったって言ってたんですけど <laughs> はあ <え>後になって聞いたらそういう実は拾ってきてたものだったって言っててはあはあはあ、えなんかもうい今はもうない、はい、あそうですねもうその日のうちに捨てたって言われたんであみんながざわわわってなっちゃってる中そうそうです、ね、はいほう一応んで河原に行ったんですかね <laughs> それがわっからない、ね、近くに瓦があるんですいや全然そういうのなくて多分普通に買い物の途中とかそんなんじゃないですかね特に散歩するとかでも、うん、そういう趣味を持ってる親でもなかったんで <laughs> か瓦ってなんか僕の想像とかだと石ころがバーって転がってるような自然のっていうのがなんか瓦っていう、はい、まあものだと思うんですけど。はい そうういのがあるんです買い物行ったりっていう道中いやそれが心当たりというかないんでんどういうことなのいや母親自体だから拾ってきたとは言ってたんですけど詳しくは聞いてないんであっカラッとだけはいえっほん当に捨てた <laughs> <laughs> して、でもすねもうないんで <laughs>。あー、そうなの。え、な、なんやろなんか怖っ。いや、本当自分も怖かったんですけど。どういうことなの。いろいろとどういうことなの。そうですね。その、逆に、あの、ビビリだったんですけど。うん、その。一見以来、なんか、逆にもっと怖いものが好きになって。あ。で、なんか。<laughs> <laughs> あ,のあれですね今逆に、うん、あの信じてないというかああ一回飛び越えちゃってるわけですね今そう,そうですねなんか自分的にも、はい、はは本当だったのかははなんかちょっと疑わしいんですけどはは本当に怖い経験すると、はい、なんか作り物とか全然もう平気だし。うん <laughs> まあ確かに一番最初にマックス値出されたらねえ、はいはい、そ,それ以外「えっ?」ってどっちに転ぶか分かんないですけどねもうそれ以来全,、はい、全然も怖いのとかダメですって人もいるかもしれないしど、はいうん兵衛さんみたいに一回マックス値出しちゃったらもうそれ以外あのもう微動だにしないというかうんそうですね <laughs> なんかだからもう 今は逆に <laughs> そういう怖いものが好きだけどああもうすごい疑ってかかってるしですかね逆にもっと好きになってしまったというか <laughs>。っていうかどっかその時を超える何かを求めてるっていうのもあるんじゃないですかそう ですね、なんかその時に感じたその空気感っていうのが本当なんか経験したことなかった空気感だったんで、うん、なんかそういう実際に心霊体験とかをもし体験するならあのあれですねこういうことなのかなみたいな。うんうん でもやっぱりその本当はそのそで,、うん、あでその当時の恐怖はもちろんあるけどもまあそれも実際問題は小さかったから、はい、まあなんか勘違いっていうわけじゃないけどなんか変なもんが見えたっていうかどうだったんだろうっていう疑いももちろんそこにはあったりとか。 そうですねあるんですけど<ー>やっぱり目は見たっていう <laughs> 今でも全然はい、はい、そうですね,ね言い張りますね、まあ、ただね、まあ、そう言ってまあちょっとまあ勘違いかもしんないなでもなってあの恐怖感あの目黄金に輝く目、はい、その目の周りのこのまぶたというかそこはあの肉感もあるわけじゃないですか肌色の。あはい、でやっぱその恐怖でそのそそくさん逃げてって調べてみたら、はい、そこに。 なぜかお母さんが拾ってきたという、はい、<laughs> の理由も定かじゃない意味のわからないキツ木製の狐の面が奥にポンって置いてあったわけでしょうあ。はいだからねえちょっとこうつな,つながりはちょっとこう考えちゃいますしそうですねその、うん、あれですねつながりを今思うと面白いなっていう。うん そこはやっぱ感じちゃいますよ、ね、あはいあとその都合よく開けられた500円台の穴そうですね <laughs> <laughs> ちていうなんでそんな我が子を眠ってるてそのね部屋の天袋奥に隠したんだろう <laughs> 見られないっていうかバレないと思ったんですけどそ,それ以外何も入ってなかったんですか そうですね特に何も入ってなくって母親自体もなんか拾ったのをそんなに覚えてなかったみたいなことを言っててなんかな,な,な,なんか妙な話ですねそうですね、うん、自分的にはその目があった中には狐の目があった、うん、あだから、うん、みみ目が見え目が 見えたのかなみたいなそのつながりを自分なりに考えて面白いなと思ってるんですけど、うん、あとちょっと怖いのはもしお面が見てたとしたって狐が見てたとしたってはいお面ってかぶったりするようなお面ですかあそうですねということは目玉はないですよねないですね。 本来ない目玉が見えたっていうことですよね、はい、そうなら。ら面が勝手に動いてそこから覗いてたっていうことになると<笑><笑>何よそれってなるし。うんうん、えちょっと待って。ああの <laughs> ちょっと関係ないんですけど、うん、のお面を見つけた時は、うん、そのやっぱり。 かぶったらどうなるかなって考えるじゃないですか <laughs> 怖<っ>でもそ,その当時自分徐々に呼んでたんで愛しかめんザクザクザクってそれを想像してまた怖かったっていう <laughs> なるほどねもしかしたらそれかぶった瞬間にウりって言い始めるかもしれないそう,そうですね <laughs> なんかもうでその怖がってるかも兄はなんか 天井裏に行こうとししててるしってはい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 いやこうそれは <laughs> まあちょっとね小さい頃のひょっとしてひょっとしてっていうそうですうんあるかもしんないですねはあまあでもなんか「キツネっていうところで「金色」っていうのってそこもちょっとねえそうんですなんか まあ金色のねお面の狐の面とかってあったりするしなんか金色をこうちょっとこう打ち出してるっていうかこう毛並みとかねそういう火うに照らされる狐ってこう金色にわってこう輝いてるようなそういうようなものもあったりするし狐と金色って一応こうねそんな想像もできたりするし。 そうななんですよねなんかその、うん、えっと前後がちょっと狐の面でも後から見つかったんでなんかなんですかねそのこじつけなんですけど、うん、なんかす,すんなりと納得できそうなそうですよねなんかちょっと付随するところがこうちらほら <laughs> <こう S 2> そうですね,ねあったりするっていうのは。 狐の,キツネ、まあ、んのまあ仕業とやっぱちょっとこう考えてしまうけどもはいまあでも、ね、いろんなところがなんかこうクエスチョンがねいっぱいあってはいちょっとだ,だいぶ気持ち悪い <laughs> そ<う> <laughs> ですけど、まあ、今はねもうないっていうことでちょっともったいないなっていう。 自分もその当時はすごく怖かったんですけど、うん、今思うと取っておけばよかったなって確かにねあなんか狐<も>の面の,その模様も微妙に覚えてるんですけど<う>結構だいぶシンプルだったんですよ。ほうほうほう色的には白、うん、白がメインそう白で、えっと、赤 のなんか模様がちょっとついてるみたいな。ほうほうほう。なんかよくあるようなそうですね。<ー>よくあるタイプなんですけど、うん、なんかシンプルすぎて逆に。ああ<ー>、<laughs> 逆に怖い。そうですね。色味がちょっとあんまない。なんはいうううんうん、うんあー。なるほどねいやちょっと かなり不気味ですけどもでもそれを一番最初に手に取ったのはお母さんであろうわけですからね、はい、ちょっとお母さんの方が全くもうほぼほぼ、まあ、拾ってきたとは言ってるけれどもなぜそんなところに行ったのかそも,そもそも瓦で本当に拾ったのか、はい、じゃ瓦なんだったらどこの瓦だって。<laughs> 周りにそういうのはちょっとね近場にないっていうのであればわざわざ行ったのとかなんかいろんなことを考えるし、はい、不気味ですよねまあそれをなんかこうまあまあ片りをちょっとこう食らっちゃったみたいなたなんかただの被害者というか <laughs> <laughs> ねえなんかそんな気もしないです気もしないではないですけど、うん、そういやー、まあ ね、ちょっと災難中災難だったのかどうかまあでもそれを超える恐怖をね今後どっかで出会えたらいいかもしれないですね。ああそのでも本当に怖いのは人間だなって思ったのが、はい、あの怖くてその部屋で寝れなくて、はい、あの兄とか姉にその部屋で寝かしてくれって。 助けを求めたんですけど、はい、却下されたのが人間は怖いなって <laughs> <laughs> 本当その時は <laughs> あの絶望しました <laughs> 白状もんまあ人間そんなもんなのかもじゃないですねはいあ,<ー笑> <laughs> ありがとうございます すいません、ありがとうございましはい、また何かありましたらよろしくお願いします。はい、お疲れ様です。<laughs> はい、はい、どうもです。ありがとうございました。お疲れ様す。えっと、知り合いから聞いた話なんですけども、うん、あの、知り合いがまだ実家にいた頃に、うん、自分の部屋っていうのがあったらしいですね。うん、はいはい。で、そこで、うん、あの、上の方がベッドになってて、下がスペースがあるっていう。うんうんうん。 の分かりますまあいわゆる下,しゅ下の収納があるベッドってことですかあ、はいそうですそうですはいはいでそれでそれでに寝てたらしいんですよはいそしたらあのー、足と足首からふくらはぎらへんを上からガッて両手でつかまれたらしいんですねうん で、それと同時にあのー、金縛りにあっちゃったんですって。うん、でその方あのー、宗教あ、何だろう仏教系の学校に通ってらしたので、うん、あのー、お経が読めたそうなんですよ。うん。で「何も、南明朴霊経」ってこう、お経を読んでいたんですってずっと唱えてたんですって。うん そしたらその手がずん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 ってこう上の方に上がってきて、うん、自分の顔の横に男の人の顔がバンって出て、うん、耳元でやめろって言われたらしいです何をよ。<laughs> そのお経じゃないですか <laughs> お経かは <laughs> <れ> <laughs> いやー 聞かないもんなんだね, <laughs> そうねまあ嫌がってはいるんでしょうね多分 <laughs> やめろっていうこと嫌なんでしょうねああでも、うん、なんかあんまり聞いてないようなそうですね効き目はない深い不快には思ってるっていう <laughs> はい不快だけどちょっと取り除くまではいかない,みたいなああそうなのか いやまあ、でもねなん嫌だったらどっか行けやって話ですからね。そうですよねお前がそこにおるのがいかんのんじゃいって話だし <laughs> やめろじゃねえよって感じですよね。うん、やめろじゃなくてお前は誰の許可を得てここにおるのんじゃいって。<笑>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 まあど,どうなんでしょうね。本当に勝手に入ってきてき <laughs> まあどどこの誰かか分かんないのかう本当に通りすがりのねえ あま、全く知らない人だそうですよ。ああ、そうなんですね。はい。まあじゃあ、おととい、きやがれってね、ことですからね。<laughs> <僕 S 2> はい。言われる筋合いはないですから。いますからね、そういうのね。まあ、そうですね。うん、本当に当たり屋的な。うん。まあ、ね、猫の、ね、通りすがりの当たり屋的な、ね。うん。で、大体、猫見を襲ってきますからね。 <laughs> そうですね、うん、で勝手にやってきてるのにもかかわらずこっちが「ああ怖い怖いどうにかしよう何万だろ何万だろ」って言ったら「やめろ」とかそういうこと言われても「<laughs> いやお前が」ってやっぱちょこ<う>ちょこちょこねすごいもうど,ど,のど,どういうポジショニングでそれを言うんだっていう。 やつ、やつ <laughs> <laughs>、うん。いますからね。本当そうですよね。うん <laughs> ず、ず、<laughs> ず、何様なのっていう <laughs>。ねえ。ゆ、幽霊様ではないと思うけど。<laughs> <laughs> うん、の、まあ、そういう。なんかもう、図々しいようなやからも、ね、まあ、中にはいるんだろうなあっていうのもありますけども。はい、まあ、そういうところに、そう,ね、そういうのに当たったら、もう。 仕方なく <laughs> あでもそれってその後どうなったんですかあのその人のその部屋が、うん、そういうことがしょっちゅう起きる部屋だったみたいなんですよ。うん、なんであなんかあのそれ一つじゃなくてもっといろいろお話あるみたいなんですけどななのでなんかその後。 その後多分同じものは出てこなくても違うものは出てきたんじゃないかなみたいなああまあまあなるほどねはいあまあまあうん今でも実家に帰ればその部屋があるとおおそん中の、まあ、氷山の一角というか <laughs> そうですねはい、はあ、まあっていうちょっと短いお話でしたが迷惑,、ね、迷惑な話ですよねはい <laughs>、ね、<laughs> ですね いやありがとうございます。あ、ありがとうございました。はい、またよろしくお願いします。<laughs> はい、長時間頑張ってください。あ、ありがとうございます。はい。はい、ええー、ずいぶん小さい時のまた話なんですが、うん。えっと、まだ小学校に入る少し前の頃、その頃あの、えー、え父方のー、え祖母が亡くなって、祖父が一人暮らしだったもんですから、うん。 あのうちの母があの毎日あのご飯を作りに行ってたんですね。ははい、はいで祖父の家までが大体そうですね56キロ5 6キロかなうんだからあのだあのその頃うちに来たばかりのブルーバードに乗って <laughs> で。わかりますかし <laughs> らあのちょっと少し丸みのある箱型の。ああ <coughs> こういう色の車で、あの頃あんな車ばっかりでしたけどそれに母がこう運転して後ろに兄弟三3人姉が小学校にもう12年生だったかなと思うんですが、はい、で下の弟が3つ3つか三つぐらいですねで私が56歳だったと思います、うん、3人乗せて毎日あの通ってたんですね母は。はい で私たちは後ろの座席でその頃、えー、もうシートベルトなんてない時代ですからあ<ー>もう用事が <laughs> 分かりますか<あ>用事が荷物だながら3人コロコロでじっとはしておりませんしね<あ>もう3人喧嘩をしたり遊んだりしながら座席に乗ってるわけで,で母としてはもう本当気が気じゃないけど行かなきゃいけないもんですから、うん、その車にはあのロックがありますでしょう。はい ドアロックですねうん、うん、であれをその当時、えー、今全然違いますけどあの昔はちょうど釘のような形をしたこう <laughs> 釘の大きな釘の形をしたような形のをグッと押し込むような<ー>覚えてる方いらっしゃるまか,か今,今みたいなねこうこのよ横っちょっていうかこのひじ置きみたいなところにこうか、ね、するやつじゃなくてこう何<う>あのゴルの,<ご>のですね、うん、釘みたいな。ここうグッと 違うまあそういうのも押し込むんです。あのゴルフのピンとかねああいう感じの形あそれそれそれ。ああ本当にそれそれそれが一番近いですね。ググって押していあれをそれこそあの一辺におあの操作する装置もなくて一本ずつこう押し込まなきゃいけなかったんですよ。手動ですわね。そうねだからもう私たち用事を乗せてるもんだから母はあの出発前には必ず後ろの座席の 両側の,そのロックをです、ね、押し込んで,、はいはい、でいたずら盛りですからねもう車の中いろいろ触って何ですかどドアレバーなんかもやっぱカチャカチャやったりするわけですね子供だからだからもう絶対触っちゃいけないからねって怒るわけですよね行く前にまず5分ぐらいその説教タイムがあって、うん、ここに触っちゃダメよあのてこ,これを絶対あの押し上げたりしないって。 っていうわけですねドアのレバーも <laughs> レバーも触っちゃダメよってひとしきり怒ってからやっと出発できるって感じでもう,でもう今本当に運転してるものの気持ちが今は分かりますから、うん、そりゃ怒りたくもなるなと思って、うん、でまあいざ出発してであの頃ですからあのうちも田舎本当に山の中の田舎でしたので、うん、まだアスファルトも あの敷いてないところもやっぱり山間部にあったもんですからうん、うん、途中からのそういうちょっとガタガタ道になってでまあ行くわけですね。まあはい、と言ってるとちょい何箇所かやっぱり大きくカーブする場所があるんですね。うん、でその何番目かのカーブでちょうどそこは橋のなんて言うんですかねこう大きくカーブをするとそのカーブの外側の部分にあのこう。 おお家とかお店が1軒をその周りにちょっとうちが何,便かつ何軒か連なったところで,、うん、であのカーブの内側はあの橋の手前だったのでもうあの川へ落ちる土手ですね柵も何もなり、うん、ガードレールもない土手だったんですけども、うん、そこをぐーっと曲がった時に、うん、私はあの。 上と下に挟まれた真ん中だったんで、こうやっぱり元気良かったもんですから、自然とこう端っこのところであのいつも決まった場所に座ってるんですね。で、はい、私が座ってたのが右側のドアの方だったんです。母の後ろですね。つまり母から一番見えない位置,、はあ、位置に座るようにしてたんですね。はあはい、怖いから。うん、で、いつものようにそこでキャッキャ,ッキ,ャッキャッキャッやりながらで、母がぐーっと曲がるわけです。 そしたらあの、耳元でカチャッって音がしてでそのままアがポッと開いて<ー>私コロ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 ッはい<え>は走行中の車から私転げ落ちたのですあもう本当に今でも覚えてますけどあの時の浮遊感はまあ,あそうコロコロッくこびれて <laughs> そうしましたら <laughs> あのまあ 幸いなことに本当に田舎ですから<う>あの後続車もなくてでしかもあのーカーブでしたから砂利道の、はあ、だから母もだからコロコロっと転げて、あのー、ポテンと道に座って目の前にそこのさっき言いましたあのお店とかちょっと家が何軒かあったとこの前にいた。 なんかおじいちゃんおばあちゃんたちがびっくりした顔をして私に駆け寄ってくるのが見えましてね <laughs>、うん。<laughs> でも母がキャーってまああの何ですか車の急停止の音が聞こえて、うん、でも,もうバタ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 と走ってきて「何しよったねあんたは!」私何もしてない!」と思って。幸いにに本当に 子供が自然にコロコロっと転げただけですから怪我もほとんどなくていや走行中でしょ <laughs> 走行中です自然ではないと思います頭の後ろでカチャって言ったんですよねあのあの何ですかあのレバーの音がガ,ガッチャンってね音しますか、ねえー、音なりますからね結構な音、ね、あ,<ー>あれは結構大きな音がしますので でそれだけがなんかあのよ頭の後ろにこ,うこびりついてるんですね音だけが。<う>で,でよ何もしてないよと思いながらひとしきり怒られるんですね。うん、もうあれほど触ったらいかんって言ったでしょうっ触ってない!」っつってから泣いちゃうわけですねそこで。<laughs> 母はもう仰天して気は動転して、うん、<laughs> まあ無事だったから余計にもう。 あの子供を叱ることししかでできない感じだったんでしょうね周りのおじいちゃんおばあちゃんたちが「もう言いたいね言いたいねおそんな怒らんでも言いたいね」って言ってなだめてくれてあ昔だでまた車, <laughs>、ね、車,車の中に放り込まれまして、えー、もうこれ触ったり関係ねガチャってこう言って、えー、レバーをまた押し込んで<ー>祖父の家へまた発信して着いたっていう。 ただあの頭の後ろでガチャッといったあの音がですね、うん、自分がしたのやら何で上がったのやらがいまだにこう、ね、ええ納得いちっちゃいながらも納得のいかないことでしたね。<laughs> まあもちろんその冒頭おっしゃってたように全手動なわけですからね。そ、はい、そうですそうでですす、ね、ど,どっか押せば全部っていうようなものが運転席にあったりするものも多分ないんでしょうまだなかったですね。それがあればですねきっとよかったのでしょうけどう全部本当に一つずつ押さないとできないから。 こうまあそうですよね。確かそういうあそれであだから安全だったのかそうだったのかはわかりませんけど。うん。うんまあまあそういう。もうひとしきりあの <laughs> 自分のせいにされましてですね。ねえ。相 <laughs> だから。知らんとか言いながら <laughs>。 ちょっと甘くなって甘くなってというかなんかこうグッと押したつもりだったけどちょっと半分みたいな <laughs> ようなものが落っこったりまあ物理的な何かでないのであればそれだったらですね、うん、弾みで上がったんだろうなあの音はって思うんですよね。まあそのちょっと舗装もされてないような道とかが結構多い中、うん、振動とかでそ,<う>まあそんなことあっちゃいけないけども。 それでちょっとこう揺れてる時に甘くなってる部分がボンって上がっちゃったとかまあでもそれ考えられるとすればそれぐらいですかねでもそれが開いたとしたってこっがって引かないと開かないわけですからねそうなんですもう一つレバー引かないとドアのですね内側レバーを引かないと扉って開かないですからねとその2段階でいくらなんでもねえ ということはなんですこっちがちょっと甘くなってたってハンドアになっててもガッって開くんかなハンドアハンド,ドア、まあ、昔はそのハンドアになってますよっていうような、ね、うデジタルのなんかそういうのは昔のってそういうのはあるんですかねハンドアでよっていうような。 あ,いやあの知らせるあのなんですかそういう装置なんかありませんのでハンドワンになってたらただちょっと音がしますでしょうこう後ろあの扉がハンドワンだとカタカタってそれであ,あハンドワンになってるねとか言って気が付くぐらいのものでしたからあじゃあまあそうか、まあ、そういう時代だからアナログ <laughs> かんなるほど普、ね、通 <laughs> ですからね。 えー、だから <laughs> まあ,あの不可抗力にしろ何か分かんないことにしろこう理不尽な思いを抱えたままあの時のこう転がった浮遊感だけが繰り返し思い出さしましてねうんあでも一応幸いよかったなら、うん、ね幸いなことにけががなかったっていうのはねもう本当にそれはもう母も帰ってからも何度も。 父に説明してましてねうもう怪我がなかったから良かったけどって言ってコンコアってコンコアって善かがついたような感じでしたね <laughs> もう車に乗るたびにもう,もう念押しされてました一人コンコアってもう俺母に捧げるバラードってしか聞いたことないわ <laughs> うちの家業がタバコやカらちゅってコンコアっていうそういうそういう感じです <laughs> 本当にコンコアって <laughs> <す> <laughs> 時代的にあの頃か <laughs> うんあ近いですねあの武田鉄矢さんと、ね、あの方の方は年上ですけどね <laughs> あまあまあそうなんでしょうねもう武田鉄矢さんも70いくつですからね <laughs> ああ、そうか、そんななれるんですね。七十超えてるはずですよ。<laughs> あ、じゃあだいぶ上です。だいぶ上です。<ー>はい、はい。いやながらね、ちょっとんなんかそれがまあなんかのいたずらなのかどうかわかんない、本当に物理的なような,な、ね、昔の車のちょっと恐怖な部分だったりするのが、<laughs> あの超マニュアルな時代の車ですから。なんかぶね、ちょっとなんか変な出来事が起こってたのがちょっとわかんないですけど、まあずっと腑に落ちないという。分からないですね。 そうなんです。もうただお叱られたことがもう理不尽だ理不尽だと思ってましたね。まあちょっとね。幸いにも怪我がなかったからですね。それだけはね良かったでしょうけど。はい。ありがたいラッキーだったなと思っております。はい。ラッキー？ラッキーではないと。ああ、飛行中の幸い。あ、そうですね。言い方変えます。不幸中の幸いですね。ありがとうございます。 いえいえお邪魔しました。はいまたよろしくお願いします。失礼いいたします。ちょっと話をする前に、ちょっとあの去年の話の報告をちょっとだけしたいと思いまして、どんな話だったのかしら。あの小学生のに、まに廃墟にまつわる奇妙な体験しまして、その後その廃墟が夢で出てくるっていう。 であのーまあ、夢を見るたびにその廃墟の中に近,廃墟に近づいていって、うん、で最後はそののあの建物の中に入ってきてドアをガチャって開けたところでが最初の夢っていう話をしたんですけれど、はい、まあその話実は全くあのその次見たらどうなるんだろうってあの時は話題になったんですけれど残念ながら進展はありません <laughs> ああそうなんですね1 <laughs> 年経って <laughs> いや以前寝かしたんですね 見ないようにそういうようなものも見ることなく。そうですね、もう,もう殺しにな二2回手術したりとか大変だったんですけど、忘れないようにして頑張りましたね。いや、まあね、ねとりあえず何事もまあ何事もなくていうか、まあとりあえず、まあ、元気で過ごせたっていうことで、<laughs> よかったのかなそう,、ね、そうですね、まあ一応生,生存報告も兼ねてっていう形で。はい、はいはいはい。ああ、よかったですよかったです。じゃあちょっと今日話あの話、今日の話にさせてもらいます。はい えっとこれ、今から10年ぐらい前に体験したお話でして、はい、えっとちょうどえっと9月の下旬の平日のことです、うん、まあその日は仕事が休みということもあって、うん、あの徹夜でゲームをして朝方寝たんですね、はいえっと、起きたらもう午後の3時半過ぎぐらいで、も、うん、でも今日はどうしようかな、特にやることないなと思ったんで、まあ、布団に寝転がって本を読み始めたんですよ。はい でえー、とちょうどそのときはあの家の近くであの建築工事してまして、19の動く音とかえと作業員の話し声が聞こえてきたんですね。うんでまあ、そのあと、読書に集中してて、しばらく経つと、その作業の音が止まったんです。はい、で時計を見ると、5時過ぎだったんであ、もう今日の作業終わったんかなって思ったんですよ。はい、そうすると、のその作業をしている人たちの,まああの話し声とあと、ドアが。 車のドアがバタンと開いて閉まる音とかエンジンの音とか聞こえてきて、うん、あ,あもうみんな帰るんだなって思ったんですよね。はい、そしたら、その現場のところから話し声が聞こえるんですよ。うん、あれ、残業でもされてるのかなって最初は思ったんですよね。はいまあ、そう思って、ちょっとまた本読書にまた戻ったんですけれど、うん、しばらくしてもその話し声があの止まらないんですよ。はい大体雑談とか話していると、 あのふとした表紙にその会話が一瞬だけ止まる瞬間とかってあるじゃないですか。はいはい、そういうのが全くなくて、延々となんか喋ってるんですよ。はい、でその頃から、あれなんかおかしいなって思,う思って、うん、ちょっと何話してんかなと思って、まあ、き聞き身を垂れて,てみたんですけど、まあうん、何喋ってるか分かんないんですよ。うんうん、それともなおもなんか話声が聞こえてくるんですよ。うん、2>, 2、3人ぐらいがなんかブツ,ブツ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 なんか言ってるんですよ。うんで 何言ってんだろうなと思ってるとその声がなんか少しずつ少しずつ大きくなってくるんですよ。うん,んだろう話しながらこっちに歩いて移動してるんかなって最初思ったんですけれど、うん、んでもおかしいなでそうした間にもその話し声はどん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 大きくなってくるんですよ。うん、である時気,あの気,づ気がついたんですけれど、うん、それ23人が話してるんじゃなくて。うん 何か呪文みたいなものを唱えてるんですよ。呪文はい。なんかお経とも違いますし、祝詞と,とも違うんですよね。はあ、なんか聞いたことないような呪文みたいなものを、なんかぶつぶつぶつと言いながら、どんどんこっちに近づいてくるんですよ。はあ、で、どん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 音も大きくなってきて、で最初は2、3人がなんか呪文を唱えてるのかなと思ったんですけれど、はあ、2, 2、3人どころじゃなくて、10人とかたくさんの人が唱えてるんですよ。はあ、え <laughs> でその線で、あれ何,何,何これ何これってななんですけど、その間にもその,その声はどん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 大きくなっていくんですよ。<laughs> はい、確実にこっちに近づいてきてるんじゃねって思うぐらいに。<laughs> でもう、こっちとしてはもう訳が分からずに固まってる状態で、うん、え、これ何これないっていう状態なんですけど、うん、まあその間にもどん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 その声が大きくなっていくんですよね。うん、でやがて、あのものすごくうるさいぐらいの大きくなったんですよ。はい これな何だこれ,だこれと思ったときにあれちょっとまた気がついたんですよ。はい。その自分みたいな声っていうのを僕の,耳の右耳のの方からしか聞こえてこないんですよ。はい。うん変だな。いやいや待て待て待て。あの僕さっきあの布団に寝っ,寝っ転がって本読んでるって言ったじゃないですか。はい。 僕右の耳を枕につける形の横になってるんですよ。おお。えええこれ何これ何何と思った瞬間に、これやばいやばいやばいと思って、がばって飛び起きたんですよ。すると、シーンと静まり返ってるんですよ。さっきもり聞こえてきた呪文みたいなのが聞こえないんですよ。え、今の一体何だったのと思った瞬間に、その僕の右元のすぐ近くから、あと少しだったのに、うわよ何それ。え、何これ、何これ。 もしかしたらあの呪文みたいなもの最後まで聞いてたら何か起こったのかもしれないなーっていう <laughs> そういうお話ですえあと少しだったのにっていうのってカーナビ以外でもあるんすねそうですね,すねカーナビでね聞いたことありますけど <laughs> <laughs> 単体単体じゃねえけどえそれって で、聞こえてきたのって、はい、そのいっぱい、いろんな声みたいな、あ、違う、声ってのは複数人。それ複数人ですね。たくさんの人がなんか同じ字文を唱えてるんですよね。あ,あ、え、それって、でも最後に聞いた言葉っていうのは。単体。そうです。単体です。単体でこう、ポソッと。聞こえましたね。何がよ。いやー何、お、なん、なんなんだろうって。<laughs> <laughs> 何があと少しなのよ。 もう単純に考えたあの呪文みたいなやつ最後まで聞いてたら何か起こったんじゃないでしょうかねって <laughs> はあまあでもちょっとそのねえ、はい、まあ聞こえるはずのない方向っていうことですからね,そうですねもうちょっっと早めに気づけばよかったですよね <laughs> そうですね。<laughs> だからもうもちろん訳も分からず何,何,何これ何これって状態でしたからねえもしかしたらその時に聞こえた言葉は違ったから「きゃまだ結構あったのに」って言われたかもしれない <laughs> かもしれないですね <laughs> <laughs> まあちょっと寝てる最中のそういうのとかはねちょこちょこお話しあったりしますけど、はい、マジで寝込みをそうのだけはやめてほしいですよね <laughs> そうですね <laughs> <laughs> いやーありがとうございますありがとうございます また何かありましたら、一一年後はまたあれなんでね。まあたまには、年内にはまた何かちょっとしようかなと思いますんで。<笑><笑>ちょうど一年前ですからね。前回来て頂のが、はい、またぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました、はい。失礼します。はい。七月くらいに、あったちょっと不思議だなと思った話を、うん。ちょっとしようかなと思いまして。先月。 そうあそうか<月>まだ九月じゃないからそう,そうですね七<ぎ>月はい皆さん今日ねもう,ねもうな今日で下半期二ヶ月終わりますから <laughs> 早いですね現実時が経つのは早いもので、うん、もうはいはいですね <laughs> 先月か、はあはあ、はい先月のちょっと末というかそのぐらいの時期にあの音が 子のの面倒を見てくれるので一、うん、日あの自由時間じゃないですけどちょっと用事があったので、うん、見てもらうっていうので日曜あ土,曜日か土曜日の日にちょっと札幌に行って用事を足している最中に、うん、あの子どもがやっぱり限界だったみたいで、はい、あと夫もなんか札幌に来たかったみたいで途中で合流したんですよね。 はい、で私は自分の車で行っていたので、まあ、帰宅する時には各自おののの車でっていう感じで、うん、あの用事を済ませて帰っていたんですけれども、うん、帰る最中に私ちょっと本屋に寄りたかったっていうのもあって、はい、子供も夫の方に乗っていたので、うん、私は1人で 地元にある本屋に行きつけじゃないですけどいつも行く本屋に行ったんですが、はい、そういう時に限って特にいつもはないんですけどトイレ行きたいなって思ったんですけど、うん、まあ近所だし買う本も決まってるしあのささっと帰ってまあ家にでトイレ入ればいいかなと思ってまあ普通に本は買ったんですけど、うん、やっぱりちょっと。 膀 <laughs> <laughs> ちょっと僕 <laughs> はねまあね <laughs> はいあじゃあトイレ入るかと思って、うん、トイレに行ったんですよねはい。でいつもそのトイレまあ子供が一緒にいたりしたらトイレ入るので別にあの人感センサーで。 こう女子トイレの明かりがパッとつくっていう感じなんですけどいつもと変わりないなっていう感じで普通にドア開けて人感センサーがパッと開いたあのついたんですけど、うん、その女子トイレがいつもは、うん、あのトイレの壁紙がなんかあのトイレっぽい壁紙みたいな,なんか清潔感のあるような壁紙が貼ってあったはずなんですけど、はい、その時だけ。 タイルっぽいような小学校とかあの公衆トイレとかにあるような、うん、あのタイルがこう広がっていたんですよ。はい、で壁紙変えたんだなと思いながら、まあ、トイレに入って用を足して、うん、まあ手を洗っているんです手を洗う時もあの前はこううんとお 水が出るところをこう押したらお水が数秒間ジャーッと出るようなタイプだったんですけどなんかあの普通に学校とかにあるようなこうキュッキュッキュッって開けるようなネジをまネジっていうかあの取っ手口があってこう回してお水を出すタイプに変わっていたんですよね。やたらとレトロな感じに 変えたんだななって思いながら、まあ、手を洗っていたんですが個室が2つしかないちっちゃな女子トイレなので、うん、私は手前に入ってたんですけれども、うん、あの私が入った時にはあの入る前は暗かったので、うん、まあ私が入ったのが一番目だったんですけど、うん、あのその横の隣からあの水がザーッと流れる音がしたので。うん あ誰か途中で入ってたんだなってでも数秒間数分もそんなトイレ時間ぎょさないけどああ全然気づかなかったって思いながら、まあ、手を洗っていたんですけど、うん、でも扉があの2番目の扉あの奥の開いている扉がこう外側に向かってこう風に揺られるかのようにギー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 ,ギーこう。 細かくゆっくりゆっくりこう動いているんですよね。はい、であ水は流れてるけどあ、誰も入ってなかったんだと思って、うん、であ、水の故障とかそういうのもあ,、まあ、あるかって思って手を洗うんですけど、うん、水の流れる音が一向に止まらないのと、うん、こう。 ドアも、あ、窓も閉まっていたんですけれども、うん、扉だけはこうゆっくり動いているので、うん、なんか気持ち悪いなとかは思ったんですけど、はい、まあちょっと気持ち悪いからなんか音とか写真にでも収めようかなって一瞬思った時にカバンの中見たらあの。 スマホ入っってなかったんで「すよね私の、はい、であせっかくなんかおも面白い音じゃないですけどあの音取れなかった」とかまあトイレなのでしかも営業されてるところなので、うん、写真は撮っちゃいけないだろうしと思って、うん、まあ残念って思いながらあのこんなレトロな感じになったっていうのも写真撮りたかったなって思いながらまあ普通に トイレを出て家に帰ったんですけれども、うん、あの本当につい昨日なんですけれども、うん、あのその本屋のところにあの文房具とかあとレンタルの DVD とかのやつがあって、うん、あのそれのレンタルの会員証の期限が切れますよみたいなハガキが来たので、うん、あの一緒に子供と 幼稚園を迎えににに行行っったた帰りに一緒に行ったんですよ、うん、でその時にあの私は何もなかったんですけれどもやっぱり子供があのトイレに行きたいっていうので、うん、あの本読んでるあの本とか雑誌とか DVD 借りるやつをこう物色しながらあのだったんですけどじゃあ一回お店の外に出て、うん、あのじゃあトイレ行こうって。 であのちょっとレトロになりすぎてて子供びっくりするかなとかよく入り慣れてるトイレだったので、うん、って思って普通に、まあ、人感センサーあの暗かったのであのドアを子供と一緒に開けて普通に入って明かりがついたらあの普通の壁紙に戻ってるんですよね。あの以前ずっっっとと子供と一緒に入てて使っていた になっていて、うん、で子供は何も思わず一番,番奥のトイレに入りまして、うん、であその扉ぎいこうぎいこうして水の流れ悪いかもと思いながらももう入っちゃったのであの、まあ、じゃあドア閉めるねと思ったらあの奥に、えっと、個室に入って。 扉を閉めるタイプだったので、結構狭いんですよね。はい、なので、扉があの外側に出るっていう作りじゃなかったんですよ。<う>で、あれ、この間はここギーコーギーコー外に出てたけど、まあまたなんか工事でもしたのかなって思って。うん、まあ、いつも通りあの子供が用を足してで。あの？ 好きでしたって言って手洗うんですけど、うん、そしたら蛇口見たらあのいつもの回すタイプじゃなくて押してお水が出るタイプの、まあ、最新というわけではないですけどその私が前に使った時よりも、まあ、前に戻ってるみたいな感じで普通に子供も手届かないから押してみたいな感じでこう押す押して子供が手を、うん 洗って石鹸取ってみたいな感じで石鹸取って手洗ったりとかしてたんですけど、うん、で、まあ、そのまま帰ってきて、まあ、子供が寝たあととかに「あれ私先月 <laughs>、うん、壁とか蛇口全部おかしかったなまた工事入ったのかな」って思いながらもでも昨日使ったトイレは。 その前昔からあるような昔から子供と一緒にトイレ入ってた時の状況と変わらないし、うん、えたった1日か2日かよくわかんないですけどそ,れだその日だけなんかタイルに変えたりとかするもんなのかなとかってちょっと思ったんですけどまあそんな不思議なことがあったんですが。 その日、うん、あのー、ちょうどあのた多分もうこじつけになっちゃうとは思うんですけど、うん、その行った土曜日っていうのが稲川さんの怪談ライブを聞きに行った帰りで。ああああんうん。 はいそれですすごいこじつけだとは思うんでで <laughs> <ー>それであの本屋に買いに行ったのがそのかなたさんがその載ってるってあ<ー>あおっしゃってた本を買いに行った日だったんですよね。<laughs> あじゃあもうホラーざんまい <laughs> そうですね一 <laughs> 日だったわけですね。不思議。なのであのこじつけにはなっちゃうかなと思ったんですけど<ー>その後 その後もそのトイレとかには入ってるんですけど、うん、あの本当にそれ1回きりだと思うんですよねその前に入ってた時は、うん、昨日と同じ状況の普通のトイレだったので、うん、その1回きりだったんですけど何かこう昭和っぽいようなレトロなトイレだったなっていうお話です。私7月に行ってるんで行って確認したのが昨日。 昨日そうです、ね、その前には何回もその本屋さんとか、あのー、行ってはいるんですけれども、うん、トイレには入っていないので中は確認していないんですけれども、うん、その工事をしたとかそういう感じの雰囲気では <laughs> その何回も入ったりとかしてる時にはなかったので,、うん、で昨日は、まあ、あらーと思いながらも、まあ、ちょっとちっちゃいゲームコーナーみたいなところがあって。 子供が入りたいってすごく帰り言ってたんですけれども、うん、入った瞬間になんかあのやっぱりいいって怖いみたいなことをちょっとポソッと言ってあのえなんかクレーンゲームみたいなやつとかやるんじゃなかったのって見るキャラクターとか見るんじゃなかったのとかって言ったんですけど、うん、いや今はいいやっぱりいいやみたいな。 なんでもないななんでもないみたいな感じで、うん、で,でガチャガチャじゃあ見るみたいなことを言ったらあのトイレの方とかにもガチャガチャがいっぱいあったので、うん、あのそれはあの子供はやっぱりもういい帰りたいみたいな感じだったのでまあもう一回ぐらいちょっとトイレのぞきたいなとかって思ったんですけど帰りに。<laughs> あのそれはちょっと子供もなんか疲れてたのか。 あのー、機嫌が悪かったのか、うんうん、まあお腹が空いたのか眠かったのか分かんないですけど、うん、まあちょっと、まあ、確認はもう一回することはできなかったんですけど、うんはい、でもうその7月の時はそんな不思議な不思議っていうかちょっと変わったトイレに一瞬だけ変わっていたのかなみたいなまあそれは。 なのでちょ,っとたちょっと昨日確認したばっかりなので本当にこじつけっぽくはなってるんですけど7月その本買って速攻そこの子供があが本を開いてみたいなじて子供に見せるんじゃないよ <laughs> <laughs> であの稲川さんのところで買ったあのコースターとかをあの、うん 子供が何色がいいって言って使ってたりとか暑いからってうちはを稲川さんの,の私が使うっていうはずだったんですけどあの子供が稲川さんのうちは使ってたりとか、うん、<laughs> 今してるっていうそんな状況ですあ、そうですね <laughs>、はい、あんな見てんだ <laughs>、はい、あのちょっと今下で夫が昼寝してたので私自分のちょっと部屋で <laughs>、はい、あ, <laughs> あの <laughs> あのちっちゃいそうあのやつを持って嫁 <laughs> してたんですけれども途中からちょっと行事足して帰ってきてから見始めたんですけど、うん、そう子供は黄色がいいって言って <laughs>、うん、で私が青を使ってるんですけど <laughs> あ <laughs> で夫<ー>はいらないって言われちゃったので <laughs>。 まあ <laughs> <laughs> まあね、まあ、そっちの方にあんまりこうね、はいうん、そ,そっちの住人ではないんでしょうかねそうですね夫はまあそうですね、まあ、まあ少しずつ子供とこう楽しみを共有したいっていうところはちょっとこうグッズかわいいかわいいねっていうのでこれ火の玉だよみたいな <laughs> 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 ところからちょっと本当に少しずつはこう <laughs> あの。 り寄ってはいるんですけど <laughs> ま,あまあまあそれは英才教育というのか何というのか <laughs> <laughs> なかなかにねちょっとね僕はちょっとまあ子供がいるいのでわからないですけどそれは大丈夫なのかなって思ったりはしますけど <laughs> まあでもねえまあそんな一日そんな一日だけっていうかその先月行って昨日行ってのその1か月ぐらいの間に。 まあ、トイレが、まあ、前のところからなんかフールボケたような感じになってまた元に戻ってるってことですよね。そそうですそうでですす、まあ、な名古は普通考えてないですからねいやそうですよね。うん、こじつけかなーって思いながらでも昨日はトイレ入っちゃったしなーとか、うん、でも奥から2番目のトイレは別に子供と入っても問題は。 なんか普通に使えて水があのおかしいとかそういうのはなかったので、うん、よかったなぁとは思ったんですけど <laughs> 壊れたりとかはしてなかったので <laughs> まあ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 、まあ、でもまあ <laughs> ねえそのちょっと変わってるではないですからねそうなんですよね全体的に変わっていたのでうんまあ扉はまあ普通だったとは思うんですけどまあ 開け閉めがちょっと逆だったなっていうのはそれぐらいですね別のトイレってわけでもないんでしょそこしかないんですよね女子トイレはそことあと、まあ、車いす用のトイレとかの赤ちゃんのおむつを買えれるようなところはあるんですけど<ー>そこも入ったことはあるんですけどそこも本当に普通にきれいな壁紙みたいな感じで。まあ 一般的に街の中にある本屋さんにそんなトイレがいっぱい、ねはい、あるとも思えないしうん、うん、いつも行ってるとこだったらトイレの場所わかるだろうしそうですね地元の本当にいつも行ってるところなので一瞬だけなんか本当にあのスマホを持ってなかったのにもちょっと悔しさはあるんですけどタイミング悪いな私と思って。 <laughs> まあなんかそこもなんかねまあ,まあトイレの写真撮ったっていうのもなかなかに<笑><笑>何って思いますけどまあでもそれはちょっと悔やまれるところではありますよね。いや本当ですねもう本当にちょっと買って帰るっていうぐらいのつもりであの怖い話聞きながら帰っている最中だったんでそのまま。 あの充電とかさしたまんまあのカバンとかだけひっつかんで買い物に行っちゃったのでいやーやってしまったと思ってこれで写真とかあればねえと思ったんですけど <laughs> まあでも写真撮るのも申し訳ないか音ぐらいなんかこう今撮れてたらこう遅れたのになーとかーちょっとそういうのは悔やまれますけどまあ仕方ないなって。 何かが作用してたのかなってちょっと、まあ、思うとにやっとしちゃうどでもまあ音体だ音体だと思っていただければまあ <laughs> いいんじゃないかな 2>, あ2日間ちょっと行ってきたんですよね。<laughs> 日 <laughs> <laughs> 2日はい、はい、金土と言ってきたんですよこ夫にちょっと頼み込んでちょっといろいろトラブルがあってもう一枚取ることになってでもちょっとあのあ<ー>その日私は幼稚園の行事に出なくて大丈夫みたいな感じだったので「<ー>お願いします」って言ってあ<ー>あの「ダメだったらあのこれはチケットはあの 土曜日の分はあの思い出ととして残しておきますみたいな感じだったらあ,あ,あ,あいいよっていう感じだったので<ー>もったいないから言っといでみたいな感じだったのでお <laughs> まあね <laughs> 同じまあまあ同じ内容でもね、まあまた見たいって思う、はい、まあこ、まあ、ラ,ライブですからね。そそうううですねうんなんかそういう のがちょっとあまりにも久しぶりでちょっと普通のコンサートとかなかなかあの行かせてはもらえないので<あー> <laughs>、ま、確かにはいなのでそういう時でお話ちょっと違ったりする時も今回もあったのでなのではいちょっと2日間楽しめたなーっていう。 なんかウキウキしてたときにちょっと最後変な感じだったので<ー>ちょっとこじつけかなって思いつつもちょっとお電話させてもらいましたいやなんかまあ本体からの生きなはかないって思えば <laughs> <laughs> あーそうですね皆さ <laughs> んありがとうございますっていう感じですね,ですねえー、ありがとうございます<笑><笑>い,いえいえこちらこそあとはい、神田さんの載ってる方も ちょうど本当買ったば買った日でカバンにトイレに入ってたので <laughs>、それももしかしたらちょっと装着効果だったかもしれないのでいまあ,まあ,ありがとうございます。いやまあ二日行ってからのそれなんかもうず,、はい、ずくしでねはい。いいずくしだったのでお土産になったんじゃないですかね。はいありがとうございます。ありがとうございます。<laughs> またはい。 よろしくお願いいします。はい、おたずねします。はい、ありがとうございました。はい、はい、失礼します。はい、えっと、母方の祖母のお葬式であったことなんですけれども、はい、当時私5歳で、うん、まあその頃あの父方の祖父もちょっと癌で、うん。まあ末期末期だったんで、うん、結構あの既得既得でかなり連絡の来る年だったんですね。うん、はい。 で、そんな感じで、まあ、父が結構休みを取ってたので、うん、の夏休み毎年、あの、母方の実家へ、こう、お泊まりに行くのが恒例になってたんですけど、うんはい、まあ、そういうこともあったから、まあ、今年はお休みちょっと長くは取れないよってことで、まあ、2泊して、うん、まあ帰るときに、まあ、父の実家に顔を出して帰るっていうのが、毎年のあの、帰省のコースだったんですけど、はい その父の実家に帰ってるときに、その母の実家の方から電話が来て、うん、突然だけど、曹祖母が亡くなったっていう連絡で、うん、まあ家には帰らず、そのまま母の実家の方へとんぼがいしたんですね。はい、で、まあ、その日のうちにお通夜があって、まあ、子供たちはもう留守番って言って連れて行かれず、うん、まあ、空祖母、父、母の順番でちょっと交代で、まあおつやに、お通夜に行って、確か次の日が、 お葬式だったと思うんですね。はい。で、農家の、すごい田舎のお葬式だったので、結構なんか皆さん服装がフランクだったというか、うん、あの農作業して終わったんで参列しに来ましたみたいな人結構いたような記憶があるんですよ。はい,はい、はい。で、その場所が、あの、祖母、その、祖,祖母っていうのが、あの、私の祖母方の曾祖,祖母だったんですね。 で、そ、はい、の、曾祖,祖母の家でやったのか、その農家の集会所みたいなところでやったのかはちょっと覚えてないんですけど、うん、まあ、八畳二間を福島取っ払って、まあ、お葬式の会場にしたっていうところで、うん、で、まあ、左が押し入れ、右が障子窓で結構明るかったんですね。うん、で、奥に祭壇が作られてて、まあ、お葬式始まったわけですよ。うん ただ、私、当時5歳の当時の私って結構、あの、おてんば娘だったんで、うん、まあ、葬式の間、じっとは捨てられなかったですね。はい。だから、つ、ついに父に、お前はちょっと外で遊んでろと、出番が来るまで遊んでろみたいな感じで、うん、まあ、外に追い出され、で、その後に少ししたら、2歳だか3歳になった弟も追い出され、うん、<laughs> まあ、二人、その集会所の前で、こう、ずっと砂遊びを。 夏の暑い中してたんですけど、はい、まあそのうち、あの、ガヤ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 行って、中から人が出てきて、並び始めたんですよ、うんで。どうやらその列っていうのが、の最後のお別れをする列で、でみんな、あの、丘の中にお花を入れて、こう、出てくるっていう感じだったんですけど、うん、まあもちろん、子供だったんで、まあ、最後にしようみたいな感じで、うん あのずっと弟と遊んでたんですが、うん、しばらくすると父が、ほら、あのひいおばあちゃんにお花あげるよって呼びに来てくれたんですけど、うん、私の弟も、どうしてもそこに戻りたくなかったんですよ。うん、遊んでたかったっていうよりかは、その入り口に向かって並んでる人たちを見てて、うん、その入り口がですねあの、暗いんじゃなくて黒かった ですよね、すごく。ほう。で、なんとなく怖くて行きたくなかったんですよ。はい。だから、父には、まだもうちょっと遊んでたいからとかって2人で前に言って、遊んでたんですけど、はい、やっぱもうしばらくするとまた父が呼びに来るわけですよ。うん、それでもやっぱり怖いから行きたくないって言って、だだこねて2人で泣いてたんですけど、うん、まあ、途中で、父じゃなくて、祖父が呼びに来てくれて、うん、で、 あの、弟はじゃあ、行くよ僕って言って弟が先に行って、私は本当の最後の最後まで拒否してたんですよ。どうしてもその入り口が黒くて怖くて。うん、で、まあでもほら、結局は祖祖母のおかんにはちゃんとお花を入れてお別れを言わなきゃいけないということで、うんまあ、とりあえず祖父に手を繋がれて、中に入ったんですけど、うん、やっぱり黒いんですよね。うん、で、 私の前にも大人がね、やっぱり2、3人こう並んでみんなこう、長蛇の多分列をなしてるはずなんですけど、うん、黒いが見えないんですよ。で、その中が、うん、このよくお葬式とかってこう、お証拠の時とか、こう小声でみんなコソ,コソコソコソ喋ってたりとかするので、ちょっとざわざわざわみたいなね、人の話し声はする。 とは思うんですけど、なんかそれとは違うレベルですっごくうるさかったんですよ。うん、もうなんか渋谷の街中とかああいうとこ歩いてるくらいのざわざわ声すごかったんですよ。うん、まずそこが怖かったんですよ。ね、子供ながらにやっぱりお葬式に全く出たことなかったわけじゃなくて、まあ、雰囲気も知ってたから、まずもうその黒いっていうのとその すごい人のざわざわ声がするっていうのもすごく怖くて、うん。で、本当は前に人がもっと並んでるはずなのに、目の前のおじいさんの背中がうっすらとしか見えないような状態だ、うん、で、まあ、怖いなと思いながらも、まあ、下向いて頑張ってこう中へ入っていって。うん、で、祭壇の近くにやっぱり、このお花が並べてある。 台があって、そこから一本歯の通るんですけど、やっぱりうるさいし、やっぱり真っ黒なんですよ。うん、で、前の人、ちょっと前に行っただけでもう姿がふむって見えなくなるくらい黒かったんです。うん、で、そのまま歩いて行ったら、あれ、なんて言うんですかね、その祭壇がある場所まで行ったんですけど、うん、ら一番最初に祭壇がある場所ってすごく、ね、障子 え左側が総教寺だからすごく明るかったはずなんですけど、うん、その部屋さえ真っ黒なんですよ。うん、で、その祭壇だけ、なんて言ったらいいんでしょうね。でお化け屋敷とかで、そういう祭壇をこう下からライトで、こう、ライト当てて浮かび上がらせるみたいな、うん、ああいう演出あるじゃないですか。うん、ああいう感じで祭壇のこう青白く光って、 その祭壇の前にあるなんか祖母の、あの、おかんもちょっと異様な感じで、まあ、お花をね、おかんに入れるために近づくんですけど、うん、最初見た時に、祖母が真っ青に見えたんですよ。<は>本当になんかこうテレビで見る、テレビでこう演出するような、こう、顔が白いような、青白いような肌の揺れてテレビで出てくるじゃん。うんうん あんな感じに真っ青だったんですよ。はい。で、今にも目を開きそうで、動きそうで怖くて、うん、で、なかなかこう、祭壇の周りをこう、回ってる間にお花を入れなきゃいけないんですけど、そのお花を入れた瞬間になんか手が動くんじゃないかとか、目が開くんじゃないか、なんじゃないかとかって、うん、すごい怖くて。うん、で、やっぱりさっきまで明るかったところが真っ黒なわけです。 うん、なおさら怖いんですで、なんかざわ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 うるさい。で、まあ、なんとかなんとかなんとか、最後の最後でそぼ、そう、祖母の足のあたりのところにあのお花を入れようと立ち止まったんですけど、うん、よく見ると、お花を持ってない黒い手が、うん、お花をうかのように、おかんに手が伸びるんですうんもうそれ見て、本当に。 5歳の私、怖くて、うん、大変失礼だったんですけど、はい、う庫ぼのおかんに花を投げ入れて、も走って逃げて外に出てきたっていうあの、すごく怖い思いをしたっていうお話です。そそのなんかく黒いそうですね。かったなんかその まあそうな,なんとなくわかるんですけど、どうなんだろうな、まあ真っ暗とかではなくてもう、も光も届かない黒ってことですよね。そうです、黒ってことです。あのー、よくなんか小学校とかでなんか色ペットボトルに色水に入れて、なんかスパンコールとか入れて、なんかこう、アクアリウムみたいなの作るの図図工でやったりするじゃないですか。なんかあれの絵の具を入れすぎて、なんかペットボトルの壁にこう、 キラキラのスパンコールがくっつかないと中に何が入ってるかわからないみたいな、ああいう感じの雰囲気で真っ黒なんですよ。<laughs> どういう感じやろうか <laughs> なんか、なんだろう。<laughs> なぼ牧獣みたいな感じなそうです。牧獣の中にいて、なんかほんと近づいた人だけが見えるみたいな状態。<ー>あ,あ、ほら。あの、前回おじいちゃんの病院に行った時の、その、黒い人、 あ,あれ、ま、あ辛死神だったんじゃ,なじゃないかなって言ってたんですけど、うん、今になって思うと、そのぐらい密集するくらい、祖々、うん、のお迎えがいたんじゃないかなって大人になってから、なんとなく。大量に <laughs> 大量にいただからこう真っ黒でもぎゅうすし詰めになるくらい多分大量にいて、で、うん、多分、 実在の人たちはこそこそ声で喋ってたけど、まあ、その人たちがなんかお迎えに来たからお話ししてた声がざわ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 聞こえていたのかな、どうなのかなっていう。はあ。そうなってくるとちょっと、なんかね、あんまり大勢すぎると。 ちょっとま,すま <laughs>、まあまあ、大勢なのかどうかわかんないですけどね、でっかい一人かもしれないけど。そ <laughs> う,うかね、わか,かんないけど。だから,ら、お金に花を入れるかのような手が見えてるから、多分うそう密集して大勢でってことだったのかなって勝手に解釈してるんですけど。うんま,まあ迎え っていうのだったらね<お>いいのかなとか思うんですけどなんなんかちょっとねうんそうそんま真,真っ黒か真っ黒って表現真っ黒としたやっぱちょこちょこやっぱ出てくるけど、うん、あでもそういうような表現があるときってっそそういう今ねもしそういう、ね、いっぱいっていうのであるののかね。 と思うとちょっと気持ち悪いなっってちょっと気持ち悪いですよ。だからこうあ<ー>であの弟も入るのを拒否してたって言ったじゃないですか、はい、大人になってからちょっとその話をしてみたんですよ。うん、であの誰のお葬式だったかは弟,まで弟は覚えてなかったんですけど、うん、確かにそうやってお花をねあのお棺にいるのを拒否した記憶はあると。 うん、でやっぱりお姉ちゃんと同じ理由で怖くて、はい、入るのが嫌だったって言ってました、弟。うんやっぱなんかそういうのも感じ<お>そういうのがあったのかなあっていうかまあ、もう弟もよくは覚えてなかったみたいなんで、でも俺怖かったから入るの嫌だったとは言っていました。はいや、<laughs> ちょっと。<laughs> なかなか、なかなか <laughs>。え、ね、ちょっと気持ち悪い状況ではありますけども。ね、何だったんですかね,ですね。葬式で怖いと思ったのは、その、そ祖母のお葬式だけだ。だけなんですよね。あ<ー>ったのかなっていう感じです。あの、真っ黒、真っ黒なんだったのかなって。<laughs> はい、ありがとうございます。 えー、ありがとうございましたい <laughs> ちょっと訳のわかんないま,してまあちょっとねまあ多分そういうことなのかなって思うけど、まあ、それ以外はちょっとね想像もできないから、うん、ちょっとねなんかわかんないですけどな何か,、まあ、かいっぱいいたっていうようなのは <laughs>、まあ、確かにそういうようなものもあるかしらって思いますけどは,はい、はい、ありがとうございます。 失礼します。ーえっと二年前の話なんですね。はい。で、多分あの蒸し暑くなってきたことだったからあの五月か六月だったと思うんですけども。はい。で、よくあのテレビにあの YouTube 流しながらえっとソファーで寝落ちするっていうのが続いてたんですよ。はいはい。で、その時もうんとまあ YouTube 流しながら寝落ちしてでその 夢を見たんですけど、うん、で僕夢って本当に全然見ないんですよ。うん、で本当に年に1回見るかな見ないかなぐらいなんですけども。な本当に全然見ないですよ<ー>で,でそん時夢見て、うん、で真っ暗な中でまあ手の届くくらいの距離の正面に、うん、あの子供がいるんですよ。うん でその子供があの僕の口に両手で手を当ててくるんですね。はいで初めはだもう口塞がれてるから「やめなやめな」っていうような感じであしらってたんですけど、うん、本当に苦しくなってきて、うん、で「やめろやめろやめろ」っていうような感じで、うん、でうわあと思ってバッて起きたら「夢だった」うん っていうあのことなんですけども、うん、であのであ寝落ちする前に、うん、そのあの、まあま YouTube 流しながらだったんでまあいつもそんな感じで、うん、あまた今日も寝てたみたいな感じで、うん、で、えー、とその時の YouTube を見たら、うん、一見あの一番もうななんつうかな一見見た時に、うん、あの,の,ろあの リングのの呪いのビデオあるじゃないいいですかはははい,はい、はい、あ,あんな感じの不気味な雰囲気を出してる映像だったんですよ。うん、で真っ暗で、うん、なんか家の中を映してるようなあの絵だったんですね。うん、であれ気持ち悪いこれなんだなんだろうと思って、うん、で男の声男の人の声が聞こえるんですよ。うん であちょっと消そうと思ったら画面の左下ぐらいに小窓が出てきて、うんうん、あのタオル巻いた頭にタオル巻いた男の人が一生懸命なんか真剣に説明をしてるんですね。で俺かそれ <laughs> <laughs> 俺じゃねえのかそう頭巻いて <laughs> <laughs> あのなんかすごい真剣に何か語 <laughs> ってる男の人が, <laughs> 感がいたんです <laughs> <laughs> 俺でもでもただただ <laughs> 僕その時って奏さんの存在知ってたんですけど、はい、YouTube 見てなかったんですよ<う>。で <laughs> でいやあのこれあのたまたまはたまたまなんですけど、うん、俺いまだに絶対に腑に落ちない部分が一点あって、はい。 でまあそのちょうどね僕はの怖い話とか会談とかって23年前から3年前ぐらいからあのはまってったんですけどはは初めそれこそあの大コアとかであとあの豊橋のラジオあるじゃないですか。あおかカラジオカラジオオカラジ,、はい、カラジはずっと前から聞いてたんですであの彼女さんがゲストの時とかもあの聞いたことあったんですよ。はいはい、そうだから 存在は知ってたんですけど<う>でそれっていつもあの外にいる時に、あのー、仕事中とか、うん、あのスマホのアカウントで、あのー、聞き流してたんですねいつも、うんで。家のテレビで俺絶対見なかったんですよ、うん、っていうのもなんか家が汚れる気がして家で見る YouTube っていうのはバラエティしかあの別のアカウントでバラエティしか見なかったんですよ。はい そうでそこがどうしても腑に落ちなくて、うん、あのおすすめ次の,あの自動再生してるんであの動画が終わったら次の動画行くんですけど、うん、なんでそこでその奏さんの動画が出てきたのかっていうのがいまだにね腑に落ちないんですよ。うん、<laughs> で,でその時の多分その時の動画っていうのが、あのー、被害者がいっぱい出てる。 あのそれこそあの多分検証動画だったと思うんですけど、うん、でその時もちろん分かんなくてでそっからあのー、まあかなさんの動画を見,見るようになって、うん、で結局あれあの動画って何だったんだろうっていうところで多分ね19年のまとめかなんかだったと思うんですけど。はい、<laughs> めちゃくちゃゃく長いやつだ <laughs> あそうかもしれないですでそれがね起きたら流れてたっていうのがいや怖かったなっていうその夢もすごい怖かったんですけどリアルすぎてそっちのほが今現実ですよね、はい、そっちのははい、はい、ど動画のあそうですそうですそうですはい、はい、あもちろんそうです、はい、起きてから。 まあその iPhone とかでは見てるん、うん、スマートフォンとかでは見てたんですか、うん、あいや見てないです見てないです全く見てない全く見てないですその時2年前はあいやあのそうでオカルト系統うん、うん、あオカルト系統はスマホの方では見てましたでテレビで見る時はうん、うん、その、まあ、バラエティとかって言ってるじゃないですかうん、うん、そうですそうですそれってえっと、うん、なんだろうな 自分のアカウントで YouTube 見てるんですかあいや別アカウントを作ってほ<う>そうだからい<お>家用のアカウントと外のスマホのアカウントって別なんですよ。えー、そうでとにかく家でその心霊系統見たくなかったんで、うん、まあ今は全然見てるんですけど、うん、そうなんか本当に家が汚れるっていうような感じだったからそう家では見なかったんですよ一切。<laughs> まあ、まああれがそんなおすすめみたいな感じで、ねうん、連続再生の中出てくるっていうのはうん、うん、あんま考えられないけどなそうなんですいまだ,だにだから腑に落ちないでも、あのー、こうやって、あのーまああのー、本当に一番の楽しみに、あのー、できるようなチャンネルに巡り会えたのでよかったんですけども。そんな <laughs> えー、ど,うなど,うどうしたらいいのリスナー代表してどうしたらいいのもう,なもう、うん、ありがとう。<laughs> こういうの弱いですよね。いやありがとうございます。<laughs> そうだから、うん、あの一応あの被害者いるよっていう。それ <laughs> それ出てきた。<laughs> まあそれで被害者 <laughs> それで被害か <laughs> 大体みんな何かが起こりましたっていう被害を報告してきてくれるけど <laughs>、まあまあうん、そうそうそうだからあのそれこそこじつけなんですけど、はい、あのよく「子供って出るっていうじゃないですか。う人いますでさすがに何着てたかとかは分かんないですけどは、はいうん、あれってなんか聞くたんびにあれってそういうことだったんじゃねみたいな。 感じも思ったりまあこじつけけなんですどねその YouTube とかアルゴリズムで自分の見てるようなものっていうのは大体おすすめとかでで連続再生とかやってたら出てきますけどそうその兼ね合いでなんか出てきたのかっていう別アカウントだったらまあほぼ考えまあありえないもんななんですかね。

あんなよう分からんくそ、うん、長い動画が流れ始めたらんじゃこりゃってなりますから、ね、いや,あれ,いやあれね知らない人が見たらすっげえ怖いっすよ、うん、ただただ廃墟の中映してるあの絵だけでもすっげえ怖いっすよあれちょっとねえ、うん、いやまあ今年今年とりあえずの完結編をやります、ねうん、ああ楽しみに。 楽しみにしてますんで。今年中には何とかしたい。うん、<laughs> まあ無理なさらず。ちょっとね。はい。皆さんに今年最後のうんあなんか、うん、完結う最後のプレゼント融合 <laughs> <laughs> みたいになっちゃってね, <laughs> ねちょっとあの、うん、お届けしようかなと思いますんでね。はいうん わ <laughs> かりりましたいやありがとうございますはいままますす、ま、た、はいま、たよろししくお願いい失礼いたします。は